話題も、始まりました。基礎英文法講座。今回から、まあ、大きな単元、いよいよ最後になりますね。そう。学と言われるやつです。そうですね。ちゃんと、れは服も変わりましたから、これが単元最後の色です。そうですね。黒ちゃんです。わわわってやつです。さあ、行きましょう。ね、はい。まあ、これはね、簡単ですね。中学レベルですね。はい。Ken is なんとか、d a n j a n ですね。Tall, taller, more tall, tallest。まあ、簡単ですね。はい。えー、後ろ見たら、ほら、Dan。 っていうのがありますよねこいつがあるってことはそうです段があるってことは比較が出てくるよっていう印になります意外と英作文忘れちゃう人が多いんですよ段ってねなんかねセットフレーズみたいなのよく出てくるの「段入場」とかってね「いつもより」とかっていうのでそれで丸暗記するんですよ「いつもよりいつもより」って言ってで丸暗記して「段入場」って書いてんだけど前に比較球なきゃいけないんですよ段が出てるから。ね、それなしにただですね Tired, than usual. とかってて普通に書いてきちゃうんですね、うん、ダメなんですよ。ちゃんと比較球を、ね、出さなきゃいけないわけですね。だから、he's happy than usual とかっていうので書いちゃったりするわけですね。happier とかっていうのが必要なわけですね。で、えー、見ると、はい、比較球になってない tall とかですね。さようなら。はい。で、これ tallest っていうのは、 最上級ってやつですね。最もなんとかってやつね。はい。で、よりものやつを選ぶんですが、taller っていうか more tall って言うんですが、A、答えは taller っていう形になりますね。そうこの more の形はダメだよ。 タはヒカッキはーーですよよモアトールじゃないよっていうのが出るんですよ、これね。まあ、偏差値50とか、それ以下の大学だと出題されます、こういうのね。なんで気をつけてください。はい、まあ中学レベルですから県立タオダン・ゃんね簡単ですね。ケ、ね、ンはジョンよりも背が高いわけですね。でちなみにこれはね、また余談ですけど、ネイティブスピーカーは、やらないでね、皆さんは。ダンだと思ってる人もいっぱいいます。ダンとデンで、日本語は分けて覚えてるけど、発音同じだから、東ーダンっていう、まあ手話っていうやつね、こうね。 弱い音なんでだからもう同じなんですよこうやって書く人がいっぱいいるアメリカで英語教授法を習ってた時にね英語の教え方を習うやつですけどそこでいろいろペアワークとかやるんですよでパートナーがもう全部これで書いたのね比較凶」でやってで「違う」と「THAN」だからって言っても歯、はあ、知らねえしそんなん見たことねえし私生まれてからずっと「THEN」だしって言ってねそうそうもう大学卒業して社会人やってる人ですからねあいい大学出てますよで、まあ、日系アメリカ人だったんですけどね日本語も相当すごいうま 分かった人なんですけど、その英語教授法のね、先生がね、これ全部こうで、これ言ったわけですよ。全部 t. H. E. N. で書いて、t. H. A. N. じゃないって言うんだけど、なんとか言ってくれっつってね。でも、その先生、ははは、特にその先生イギリス人だったんで、もう、ははは、ははは、思ったね。 っていうふうになったのを覚えてますかまあこれネット上のね何でもいいですよ掲示板とかコメントを書くやつ見ればもう本当これ溢れてます比較級ですねはい余談ですやんないでくださいねじゃあはいケンとジョンは身長同じだっつったらどうすればいいですか身長同じぐらいですよっつったらそうこれ中学レベルですねそう「アズアズっていうのをつけてやればよかったですね「ケネス・アズ・ターラス・ジョン」っていうふうに言ってやればいいですねこれで挟んでやるとだよってやつですこの場合はね大丈夫です ER とか、ね、関係ないですからね こっちにつけるのとあと、まあ、でやりますよ。この ER つくのともはつくのって何が違うのみたいなのをやります。で、えっと、ジョンとね、えー、ケンっていうのは同じぐらいの身長ですというね、あずあず同じだよっていうのは覚えてますね。じゃあケンはジョンほど背は高くありませんよだったら覚えてますね。そう、ケン is not as tall as o h ンっていうふうに n ットを入れてやればいいですね。あずあずの前にノットを入れてやる。まあ、ケン isn't ね、しゃべるときはケン isn't as tall as o h ンっていうふうに言えばいいですね。はい、楽勝ですね。 では次の問題にいきますね。さあこれ入るのはどれでしょう ?Susan is なんとか than she used to be.beautiful,、ね、beautiful, more beautiful, most beautiful.、ね、はいできましたかね。さあ今回はですね、また than っていうのがいらっしゃいますね。than が出てきたら、そう前には比較球が出てくんだよってですね。大丈夫ですね。比較級 <laughs> ひひじゃないですよいいです、ねはい。で、比較が出てくんだっていうので、比較になってないやつさようならですね。はい もう一つついてるからこれ最上級ってやつね最もなんとかだってやつですがはい「男子 used to be」そうなんですねこれね中学校までだと「男の後ろ」主語動詞とかって出てこないんですけど高校レベルになったら男の後ろには普通に主語動詞出てきますので気をつけてくださいねで「used to be」はやりましたねかつてなんとかだったってやつですから彼女のそのかつてよりも美しいんだって言ってるわけですがさあ「beautifuler」っていうのはありません,んジョークみたいに聞こえるわ答えは「そうです more beautiful」 モアを頭にくっつけてやる比較球ってやつですねはい Susan is more beautiful than she used to be かつてよりも美しいじゃあ今度はかつてと同じぐらい美しいだったら何て言えばいいですかねかつてと変わらないぐらい美しいようだったらそうですね Susan is as beautiful as she used to be、ね、そう As も後ろに used to be とかって置くことができるんですよだか比較球があってダンでダンの後ろに SV が来れるし ででも後ろに SV っていうのは来れるんですだからこいつらね接続詞だよとかってよく言われるんですよね。でじゃあはいスーザンはかつてほどは美しくありませんっていうのは何て言うですかそうですね「Susan is not as beautiful as she used to be」っていうふうに「not」をまた置いてやればですね「not」を置いて「あずあずっていうので言ってやればいいですよね。 全然難しくないですねもちろん Susan isn't ってくっつけて Susan isn as beautiful isn't as be ちょっと悲しいですけど、はい、なんていうふうに言うこともできますねじゃあこの ER つくやつと More がつくやつって一体何が違うんだっていうのをですねきちんと学んでいきたいと思いますねはいじゃあ違いを見ていくんですがさっき Taller はやりましたね Taller ね Toler の場合は ER つくで Happier とかっていうのもありますよね だから実はですねこの音節が1個「Tal」っていうですねその母音の塊にですね母音がくっついてるやつですねその母音が1個のやつっていうのは ER をつけるのが普通です母音が1個だった場合は ER をつけますそれに対して母音が2つあるやつですね Happy ですね Happy っていうのでこいつらの場合はですね分かれます、ね、母音が2つの場合2音節ってことですか2音節の場合は 日本説の場合は分かります。まあ、y の時は普通、Y を I に変えて ER にするっていうふうによく言われます。この Y の交尾のやつね。Happier とすると、more happy ではなく、happier の方が一応は認められてますね。うん、だん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 このルールも、ね、狂ってきてるのは分かるんですけどです、ね、日本に長く住んでるアメリカ人とか、普通に more happy とかって結構言いますね。うってなるけど、はいねまあ、一応はこうなります。一応大学入試だと、これですね、c a n n y s Clever a r とかっていうのも載ってますね。 クレバー、賢いってやつですかクレバーで。で、こういうなんか R みたいなのやつの場合も ER をつけてやりますよってですね、二音節で ER をつくって習うんですが、こっちの方が普通ですね。Ken is more clever than John っていう方が普通です。なぜだか日本のですね、昔からの参考書にはこっちが出てるんですけど、こっちの方が普通。だから実際は二音節でも、more がつく方が多いと思いますね。はい 一回、ね、調べたたことがあったんですよ僕大学時代ねこれ発表してるんでこの形を取るやつ ER を取るやつとかって、ね、昔のね古い書物に書いてあることとだいぶ今のやつって違うその先生自体も「そんなん見たことないよこいつに ER ついてるの」とかって、ね、言われたの覚えてるんですけど、ね、そうなんですだからまあ基本はモはつけると2音節以上のものはで若干そうじゃないのもあるよっていうふうに知っとけばいいですでもこっちのやつは有名なやつだけだから大体そんな困んないですで3音節以上になって

More とか most っていうのをね最上級だったら、モーストをつける。まあ、次回、最上級ですけど、えー、こういうのをつけるんだっていうふうに知っておいてください。だから1音節の時だったら ER、2音節の場合はまあ両方あるけど、あモア型の方が多いと。で3音節以上だったらもう絶対モアっていうふうにしておけばそれで大丈夫です。はいでまあ、あとはねそうそう、より美しくありませんとかっていうのでね、Less とかっていうのもね、習ったりしますよね。はい、ねより何々でないとかっていうやつね。まあ、この辺は、Susan is less beautiful than she used to be. ね、かわいそう <laughs>、はい、なんていうのもありますまあでもそれはねこっちでもね言えるんではい <noise> 最後ですね比較の対象っていうのがですね私が嫌いなやつなんですけどあ知ってます比較の対象ってあのおにぎりが食べたい裸の対象ですけど、えー、っていうのが出ちゃうんですよ入試問題で出題されるんだけどんってなるやつなんで一応話しておきますね例えばこれですね,ですね、はい、日本の人口っていうのは中国の人口よりも少ないあ population」Pop ってね「large population」とか「small population」っていうので目にいって書いちゃう人が結構多いので。 ポピュレーション is many とかって間違いですからね。ですね。The population is small とか population is large になるので。The population of Japan 日本の人口っていうのは中国の人口より少ないよってやつで。日本語だと日本の人口は中国より少ないって言えるけど英語は厳密だからちゃんとポピュレーションっていうのと比べてるからこの that と population を置いてやらなきゃいけない。だからこれチャイナだけじゃダメだよって。 スモーバーダンチャイナじゃダメだよっていうのがよく言われて出題されますね。そうなんですよ。だから入試問題実際問われるんですよ。間違い探し問題とかでね。えー、でもね、ない方が普通ですよ。えー、ぶっちゃけ。 アメリカ人に聞いてもイギリス人に聞いてもなくていいって答えました。ない方が普通って言われた。そうなんですよ。だから言語って変わるもんなんで、ね、だからその厳密さを求めるんだけどさ、まあ、そういうのを prescriptive grammar ですね。規範文法って言うんですけど、皆さんが習ってるのそうなんです。こういうふうにしましょうってやつですね。でも僕ら言語学やってた人間っていうのはですね、descriptive grammar ですね。記述文法って言って、実際にその言語がどう使われているかっていうのを研究するんで、どう使われているかを研究するのが普通なんですよ。 ののの方が圧倒的に言語学の大半を占めるのでそうだから僕らから言わせるとこうない方が普通なんだからそれで教えりゃいいじゃんって思うんだけどでもしょうがない出ちゃうからやっておきますでちなみに聞くとじゃあどうなのこれついてるとねうんこっちの方が硬く聞こえるって言ってましたよ、うん、そうなんだってで僕はだから昔留学した時も言われたしない方が普通で普通に喋ってってこういうのが出てきた時に「えー、なきゃダメだって比較の対象って同じだからなきゃダメって聞いたんだけど」って言った時にはあ<ぁ>って言われたもん。 ね、いやない方が普通ってその時も言われましたで次ですねこれもそうですね Ken is taller than me ってですねこれに関してはだん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 教えられるようになってきてますねで、e n っていうのは主語であるから me ではなく、主語と主語を比べる同じものが比較の対象であるのだから、愛であるケンネスとろだな。愛ってしなきゃいけないって昔は教えられてたんですよ。でも me って言うんです。これですね。もうほとんど前置詞みたいな使いなんですよ、ね、前置詞っていうのは覚えてますね。後ろ目的格じゃないですか。だからダンミーっていう方が普通なんですよ。代名詞で出てきた場合はだな。ナよりもダンミーです。これ愛って言ったらすごい硬く聞こえますね。うん、なんでこっちの方がで、これに関してはだんだん教えられるようになってきましたね。 まあ自分が教えてた塾の教材にね、昔教えてたところに、ないじゃなきゃいけないって書いてあって、へえっとこうやって思ったんですけど、はい、そうなんですね。こういう場合だったらね、えー、当然必要ですね。can this t a l e r than I am っていう形でね、こういうふうに sv 置く形だった場合は、当然 i ですよね、主語になってるからね。そうだ、ダンっていうのは、一応接続詞だから、後ろにこう sv 置けます。えー、でももうほとんど前置詞のように感じられるから、こういうふうにみってなってることも多い。とかまあこういうふうになるのが普通であるとね。 The can is as tall as me. って言言いいますねね as as とは言わないんで、ねはい、だから段とかあずがもうほとんど前置詞みたいに使われてるっていうのもあるんですこういうふうに言語っていうのは変わるものなんですからそういうのが当たり前なんですよでもねまあしょうがないはいかつて出題されたことがある生後問題ですね某大学で言わないですけどどこかはさあどこが間違ってますかってですね I had never thought about the differences between my hands, but yesterday I realized all the fingers of my right hand are thicker than my left hand.、ね、はい、わかりましたああ。考えたことないよ。I had never thought about the differences, 違いを。So、between my hands.、ね、hands hands.、ね、左と右だから、between で問題ないですね。これとこれ。でも、昨日ですね、気づいた。そうだ、この昨日よりも前なんで、ハードになってるわけですね。 ね言ったでしょハでタス過去分詞っていうのは何かの過去よりも前じゃなきゃいけないわけですからね。はい。ああ、線がここまで行ってなかった。これが正語、間違い。違うんですよ。はい。で、やっぱり、yesterday r e a l i z e 気がついた。All the fingers of my right hand。ですから、はいですね右手の五つの指っていうのが、thicker、太いと。で、だんまり、Left Hand ですね。Left Hand よりもっていうので、ほら、これで、比較の対象が Fingers に対して。 レフトハンドになっている比較の対象が合ってないだから D が正解っていう風になるんですよ。これであと5つの指があってそれぞれのこの指が左手よりも太い。 一本一本の指が左手よりも太い,いことに昨日気がついたっていうね。あ <laughs> みたいなね。そういう文になってしまうから、だから間違いだ。そんなふうに思うネイティブスピーカーがいると思いますか、ね、いないでしょそうそうそう。だから、からここはね、一応フィンガーズに合わせて、こう、なんかね、ドーズオブとかつけなきゃいけないとか、ね、言われるんですけど、ドーズオブ、マイレフトハンドっていう比較の対象をつけなきゃいけないんだよとかって言うんだけど、そんなふうに思わないです。ネイティブに実際聞いてみたら、いや、ない方が普通でしょ。こっちの方が普通だよ。ダン、マイレフトハンドっていう方が普通だって。 って言ってましたからね。そういうことなんですよね。比較の対象嫌いなんですよ。私がこの正誤問題の中で最も嫌いなのはこれなんです。でも出題されちゃうから一応言っておきます。出題されちゃうけど。でも本当はノーエラーエラーじゃないってエラーはないと思います。私はね。はい。ただ、出題された時はふんって鼻で笑ってあげてください。<laughs> 知らないんだな。この出題者は？ ってね、そうでしょだから日本の人口と中国を比べてる <laughs> おかしいとかですね国と人口を比べちゃってるねダメダメだめだめだとかって、ね、思わないですかそんな風にネイティブスピーカーは、ね、ちゃんとあ人口を比べてんだろうなっていうふうに思うに決まってるわけですねそういうこと、ね、だからこれが私の気合いなんですよいつも教えられてねいろんなところでそういう嘘が教えられているのがちょっとう,う,うってなってしまうんですね言語っていうのは変わるものなんですよ変化していくものだっていうのを知っておいてくださいはいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします 本題は始まりました基礎英文法講座ですねさあ今回はですね比較の2回目ですねはいいややってきましたねもうすぐ終わりが見えてきましたよ基礎英文法講座いやー昨日さーイった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 タってなっちゃったんだよねいやまさかさー猫がさーひっかくとははいさあ行きましょうね猫アレルギーはいではいきます はいね。Ken has なんとか house of all my friends in our town. というふうになってますね。Big the biggest, bigger, most big さ。さどれになりましたか選びましたはいですね。まず、変なキャラクターをどうかしますか。Most big ってね、ないですね。ほら、一音節の時は、Bigger とか Biggest っていうふうになるんだってやりましたね。だから、4は消えます。 で残りこいつらですねさあどれを入れようかなって思うんですがこいつもこいつもハウスっていう名詞が来てるのにですか名詞で「ハウスは数えられますよ家ですから数えられるのにえ何私は数えられないぐらい家を持ってるんです」クシみたいなはいだから「あ」とかついてなきゃいけないでしょ「ザとか「あ」とかがついてるはずですからだからありえないですねさあ答えは「 biggest friends house town of our all my friends in our town っていうやつですね最上級と言われるやつです。で意外に気をつけなきゃいけないのはこれですね訳せない人が結構出てきちゃう。いわゆるね高校に入った途端にいろんなことを習うとね分かんなくなっちゃうという人が出るんですよ。これね意外と中学生の方ができたりするんですよ。あ知ってる最上級と一緒に出てくる「オブ」でしょあ。友達全員の中で一番大きな家を持ってるだっていうふうにできる。 で In our turn ですね私たちの街でっていうんですがそれでもねなんか高校になってねこのオブをね前にかけたくなっちゃうんですよ友達全員の家とかってわけのわかんない、ね、ことをやっちゃうわけですね友達全員の家なのに1個しかないんかいみたいなねしかも金が持ってんのかみたいなねそういうのやっちゃうんですよこれが最上級と使うオブだっていうふうにしないといけません。 でこれはね中学校の時はできてたのに高校になるといろんなオブの用法を覚えるせいでねできなくなっちゃう人がいっぱいいるのでそこをちゃんと見ていきますね特にこのねオブとインの違いが分かりませんっていう質問ねめっちゃくる中学校も高校も本当にだからそこをね説明したいと思いますねはい「ケンはつ the biggest house of all m ン f っていうふうになってますねはいケンが最上級ビゲストですね The biggest house. あこれやりましたね。これ G2 つ重ねてねなんで重ねるんですかシーン2個にしないとここが母音がアルファベット読みになるんだって言いましたよね。だからこれバイになっちゃいますね。G2 つにすることでこれはビゲストって読むんだよっていうのを分かるようにしてるんですよ。で Of a l my friends で Of と in の違いが分かりませんはいって言うんですけど簡単です。だからね塾とかだとね裏技が教えられてるんですよ。えどうやって習うか知ってます塾で教えられると。 いいか「オブの後ろは複数形」「イン」の後ろは単数形「ファ」「ファ」「ファ」みたいですね。はああそうだったの?「S」がここにある場合はオブを選べばいいのね。「イン」の場合は選ばなくていいのね。「天才先生」とかってね。でここに、ね「インダイ・ユナイレッド・ステイツ」とかでね。 In the S ついてるでしょ、まあ、炭素扱いなんだけど、ね、アメリカで,、ね、でここ「イン」選ばなきゃいけないの「オブ」って書いて「オブ・ダ・イナイテステイツ」「バッみたいな先生の嘘つきみたいですねそういうことが行われたりするんですがまあねそんな裏技でやっても確かにやっつけられるはやれると思うんですが、まあ、例外は出ちゃうけどねはい簡単ですオーブの後ろは比較相手です。 この all my friends、ね、あ僕から「オ l ル・オブ」ってオブつけてもいいですけど「a l my friends ね友達全体の中でってことはまあ県も入ってるんですけどそいつら全体とこうねこう比べたときに県が一番大きいを持ってるってことで、ね、比べる相手が来るんですよこっちには。でそれに対して「In Our Town」とかっていうね組織とかってね、えー、習ったりするんですけどその全体の,このまとまりみたいな感じですねそこのグループ そうだからこっちがグループの構成要素だったとしてこっちがグループの全体ですねそのまとまりここだよんっていうやつですだから場所が来るって教える人もいますけど私たちの街の中でとか in my class だったらね私のクラスの中でとかその集団のね構成要素みたいなやつらがいるとこですねそれで行けますので深く考える必要はないですやっかいなのこのオブの方ですオブがわからないっていう人がかなり多いので気をつけてください ね、だから「Ken is the tallest of all my classmates」ね。クラスメイトが県とほら。県、ね、もクラスメイトの中にいるんですけどその構成要素の中にいてこうやって比べてるわけでしょ。クラスメイトたちの中で一番ってことは他のクラスメイトたちと比べて一番なんだっていうことになるし「Ken is the tallest in my school」ですね。学校の中で一番になるんだね、その中になりますよね。そうだから全然難しくないんですよ、ね。すっと分かったでしょそう。そんなに深く考える人は全然ないですよ。 Can tallest of my coworkers? という形で、はい、コーワーカーは大丈夫ですね。そうそうそう。この同僚ってやつね。一緒にこうですね。一緒にワーク働く人たちですから、はい、だから比べてる相手ですね。県もコーワーカー一員ですけど、その中で県が一番背が高い。とか、Can tallest in my company? そいです。ね、会社っていう組織のこの中っていう場合ですね。in を使えばいいわけですよ。 だからこう、オブとかインを逆にしないように気をつけてください。はい、では、この問題ですね。意外と間違えるやつです。これ、出題されると、バガーンとですね、正答率が下がるんですよ。The team members can can run the first test ですね。はい。Qu'run the team members can can run the fastest.in, on, of, during という形で、はい。全知識が並んでますね。さあ、どれが入りますか そうこれが出た途端にですねさっき教えたことがですねすっからかんになってですね間違えるって人が出てくるんですよ。ね、それではこれオブを選ばなきゃダメですよ。剣っていうのが一番速く走れる。ね、あそうこの比較球最上級っていうのは形容詞や副詞が変わります今回のこのファーストはそう最上級ですね。でですすね速く走るですから、えー、副詞です で副詞の最上級になっているわけなんですが、そうですよ。だから最上級が出てきて、ケンさんと比べる相手が出てますよね。チームメンバーズっていうね、え出てるからだから比べる相手、of を選んでやんなきゃいけないっていうふうになるわけなんですね。だからさっき習ったこと知ってますね。でも最上級プラス of って of が後ろにいる形に見慣れてるから。 こやつが前に出てきた途端に正答率はガクンと下がるんですよね。ここは当然できた人が多いですね当然比較のところだって言ってるしオブとインの違いを説明した後だからできますけど試験会場でこれ見かけると解けない人がめちゃくちゃ多いんですよ、ね、だからほら文頭に出てるからイン入れちゃいたいでしょそう文頭のオブってほとんど見ないじゃんなんとかのってさだいたい名詞があってその後ろにオブが来てるから 前に何かある時しか見てないからね普段ねだからこの文頭に「オブ」って入れる勇気が出ないんですよ何か変な感じがするって言って入れられなかったりするわけですねはいじゃあチームメンバーの中で剣が一番早く走れますっていうので「インを選ばないように気をつけてくださいね、うん、だから和訳でねその「中で」とかっていうので「あこいつだインだ」とかって選んじゃう人が多いわけですよねとかあと「during」ですね「during」って時間ですからねこれ時間じゃないでしょチームメンバースはねんとかの間でとかってやっちゃダメですよこれ時間ですから無理です After team members, can can run the fastest. ですね。はい、が一番速く走ります。of が分頭に来ても答えを出せるようにしておいてください。そして、こうやってみれば簡単ですね。前にいたからよくわかんなかったけど、後ろに置いてやる、あ簡単にわかりますね。can can run the fastest of the team members とかね。ていうふうになりますね。こっちの文だったら何にもね、抵抗ないって人多いですね。among the team members, can can run the fastest ですね。among 何とかの間でっていうやつでしょ。 ね、これでね、デュオインと違ってね、こういった空間にね、使いますよね。チームメンバーの間でっていうやつです。だ当然これも後ろに置けるわけさ。Ken can, can run the fastest among the team members。だこの下の方には全く疑問を抱かない人、あ、知ってる知ってるってなる人も、オブの場合は前に出てきた途端にあれってなっちゃう人が多いんですね。そうだ見慣れてないと解けない問題なんです。だからこいつは。 あらかじめ、まあ、指名手配を貼っておくというか、要注意だっていうので、覚えておかなきゃいけないやつです。はい、知っておいてくださいね。その理屈を知れば、だかすごく簡単じゃないですか。すごく簡単なんだけど、いろんなことを新しく学んでいくとですね。分かんなくなっちゃう人がいっぱいいるんですよ。はい、気をつけてね。では、最後ですね。この意外と知られてない。最上級と相性のいい ever っていうのを覚えて。 置きましょうここがね狙われることもあるので知っておいた方がいいと思いますエヴァーっていうと普通はね疑問文とか まあ若干ね否定文で not ever みたいな感じで出てくることがあるって習うわけじゃないですか Have you ever been to London? とかねロンドン行ったことありますかみたいな感じでそれで習ってると思うんですが実はこうね最上級とよく出てきたりするので知っておきましょう This is the best movie ですね、はい、ベストのムービーであると、えっと、まあ関係代名詞のねよく that が省略とかって習うやつですけど I've ever seen ですね見たことがある かつて見た中でで番の映画ですね私が見た中で最もいい映画だっていうですねまあこ,こにいうザッと関係ない場所のザッとみたいなのがあるんだっていうふうにしておいてください。ね、でこれはまあだから知ってるよあ,あ見たことある見たことあるなんか知ってるっていうんですけどこういうのも出てきますから This is the best movie ever っていう形で Ever だけで登場することもあるので知っといてください。 意味としては同じなんですけどまあこっちの方が喋るとる時にバンバン出てきてこっちの方がなんか本当に一番の映画みたいな感じですねこっちはなんか本当かもしんないしただ大げさに言ってるだけかもしれないですねこれね前に「やったっけ?」「トゥーテージ」のとこだね「It's kind of you とかってねやったよね確かね。 プレゼント持ってきてくれてありがとうだったか忘れちゃいましたけど来てくれてありがとうみたいなのはトゥーステーションの「it of t トのところですねでやったと思うんですけど同じ日にですねめっちゃ聞いたんですよこの表現こういう風に言うことができますね This is the best birthday present I've ever had っていう形ですね,ね私がね持ってるプレゼントの中で一番っていう風に言えるし で、ever だけでも言えるから This is the best birthday present ever みたいな形ですね。はい、また最上級とね。ever が一緒に使われてるっていう表現ですね。これ、一番だよみたいなねで。なんかね、いっぱい使ったんだよこれ。best present ever とか、best なんとか ever best birthday ever みたいな感じでね。なんかいろいろ使って、あまりに使うから、あ、そうなんだって思って、真似したいっぱい、ね。で、真似してなんとか。 みたいな感じで繰り返してたら「え変?」ってすごい言われた「<laughs> ね、え何変なの?」とか言ってね「いやなんか面白かったから」っつってですねっいうのでやったのを覚えてますね。でまあ一応「ザね最上級の場合は「ザはつけてやってくださいその方が無難ですほら最上級「だってほら特定されるものとかって言われると思うんですけどねベストなものっていうのは1個しかないから。 だから特定されるからダをつけるんだよとかってよく言われるんですね。The biggest house って1個しかないでしょうみたいな感じでもう特定されるからダがつくんだよとかって習うんですがまあ若干さっきのね The fastest とかっていうの副詞だったじゃないですか。副詞とか形容詞単体で出てくるときとかっていうのはダをとってもいいよっていう時はあるんですよ。ね、the のととこっって言ったりとか 「TheBiggest」っていうので後ろに名詞ないんだったらただ「Biggest」だけでも OK だよとかって言うんですけどまあそれでもいいですそうやって覚えてもいいんだけど、まあ、つけてて間違いにはならないわけですからそうだから常につけてた方が安全ですね無難ですねなくてもいい時はあるんだけど、まあ、つけておいた方が無難だと思っておいてくださいねあなたたちがね習うこういう時には「t h をつけちゃいけないんだよとかっていうね、えー、習ってるのもあると思いますけどその時まで 内緒ですよはいだからそこはねこの講座では扱わないんですよ。<laughs> はいね、いや意外とですね、まあ、今回はねこのオブとインの違いが分かんないとかっていう人が多かったんでそこを扱いましたそして意外と出てくると厄介なこのエヴァーとかっていうのも知っておいてください。はい、この動画よかったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします そうでは始まりました「基礎英文法講座比較」の第3回ですここまでやってきましたねまあ比較っていうのはね非常に大変でやることも盛りだくさんですから行ってみたいと思いますね前回はあれでしたっけ猫に引っかかれた話をしましたよねそうなんですよ私ね猫に引っかかれてさらには威嚇されたんですけどさあ行きましょうね、まあ、比較ってねジャレがいっぱいあるんだよねもういっぱいあるじゃんねやめましょうもう。 三角四角とかさいっぱいあるんだけどねはい行きましょう「can has much as as susan、so、money」っていうこれを並び替えて意味の通るようにしてくださいさあどれですかそんなにね文字数ないよねはいできましたかねそれでは見てみましょうかねそうなんですよこれね間違うのがねもう決まってるんですよこうやって書いちゃう人がよくいるっていうのがあるんですね「can has a、uh, 知ってるお金持ってるだ」ってやって。

え答えは Can have as much money as Susan っていうやつですこれですねこの語順じゃなくて意味はわかるでしょそうスーザンと同じぐらいのお金ですねスーザンと同額のお金を持ってますよっていうのでこれはわかるんですよ意味はでもこの語順がねできんと as much money as でまあよく覚えるわけですよこう as much こういう形で覚えたりするんですね。アズマッチ名詞アズとかっていう風に覚えたりするんですけどこういう風に覚えるんじゃなくて 具体例で覚えてくくだだささいいいうここの例文でで覚覚ええててれる人るるんですよ覚えてるけど英作文だったりさっきの並べ替え問題だったりとか出てきても全然答えられないってことがすごく多いんですねそれはやっぱりフレーズ単位だったり分単位で覚えてないからですきちんとこれで覚えてください。なって言うんですけどありますよちゃんと理由がですね比較っていうのはですね比較の要素を取り除いても文法上正しい文になってないといけないんですよ。 意味わかりますかはい。では、二つありますね。え、ケンハツマニーって、で、アズマッチアズスーザンって言って、as as ってって書いちゃう人が多いと。で、それに対して、答えの方はケンハツマッチマニアスーザンってやつなんですが。比較の要素を取り除いてみます。そうすると、どうなるかわかりますか?。まずですね。はい、アズアズっていうのが同じくらいっていうやつでしたよね。 それををかかししてやりますこのアズをどかしますすこのねで後ろの方は比べてる相手が来てますから「あずスーザン」って来てるから全然ややこしいですかこれね「S」だと書いておいいですかはい近くの対象の「あず」と「スーザ」を消してやりますはいそうするとどうなりましたかはい「can has money much」ってなってあれおかしいなっていうのが分かりますねそういうことなんですよだこっちも見てみると「あ、は、ず、い」をまずどかしてやって「 で比較の対象をどかしてやると「can h a マ much money」っていう形になりますね。いやまあこの「can h a マ much money」っていうのは後でやりますけどまあ意味上はちょっと変なんですけど文法上は合ってますね。Can much money っていうふうにきちんとした形が出来上がってますのでだから OK なんですよ。 ああこの形だです、ねまあ、本当は後でやるけど「そう」とか「to と,とかね何、えー、かついてないと変な文なんですけどこういう形で文法上は正しい形が出来上がりますそれに対して上は剣発「マニー」の後に「マッチ」っていきなり謎のキキャャララクターが現れるはてなっていうキャラなんですねでこの考え方はね意外と大事ですので英作文やる時とかにあれ自分の書いたこの比較の文間違ってないかなって思ったら比較の要素をどうかしてやってくださいその時に正しい形になってるかっていうのが実は役立つことがあるんですね。 はい分かりましたねなんでこれ覚えてください。ですね、理屈は分かったけど、ね、その理屈でなるほどで終わらせちゃダメですからね必ず英文覚えてください。では次の問題いきますね。さあ応用です。さあできますか はいです、ね、時間なかったって人はちょっとね、えー、止めてもらえばいいかなと思いますがそうですね、はいまあ、似たようなのが来ているマッチのところはメニューに変わってるっていうのとあとはそう「トワイス」っていうのがね入ってますけどそこがちょっとポイントになってるわけですね。できました答えはこれです「ケ n has twice as many books as John」っていう形になりますねこれが正しい文になりますはいできましたこれも同じですけどこの「あずあず」ですねがあって「 っってていいう形にななるじゃないですかだからこれを「あっアズメニアズって聞いたことある」って言ってさっきと同じように Can has books.「ケンハズブックス」でなんか倍数表現ってなら2倍ってやつですねトワイス2倍っていうやつって「アズアズ」の前に置くだから。でこうやってやっちゃう人が多いんですねこういった形でやってしまうとそうするとまたさっきと同じように倍数表現どかしてやると。 これ倍数表現で比較表現ね比較表現をこうやってどかすと「Ken has books many」っていうのでおかしいって分かりますねそれに対して上の方だと倍数表現そして比較表現をどかしてやると比べてらいてジョンも消えると、はい、そうすると「Ken has many books」になりますねほら文法上正しい文が出来上がってますねそうこういうふうに考えてやってくださいたださっきも言ったように理屈だけ覚えても答え出せないっていう人が多いのできちんと ね、as many books as っていう形で覚えてくださいですね。で、Ken has as many books as John だったら、John と同じ数の本を持っているなんですが、twice っていうふうに前に、ね、倍数表現と言われるやつです。倍数表現を 置いてやることができますなんで2倍持ってるっていうことになりますね。県はジョンよりも2倍多く本を持ってるよっていう形になるわけです。ねこの「アズアズのねそのこの前に置くっていうので覚えといてください。あーなんか比較級も見たことありますよ倍数プラス比較級。うんあるあるあるそれも使えるんですけどなるべく皆さんは受験でねこの英作を書くときは「アズの方につけてやってください。面、ね、倒くさいね制限がかかったりすることがあるので比較級使う場合は。なんで倍数と「アズで覚えといてください。じゃあお金だったらどうします剣はジョン よらそうですね。10 has twice as much money as John っていうふうになれば OK ですね。はい、ここに倍数表現。ね、この形ですね、As much money。で、当然分かったと思いますが、上は加算名詞だからメニーなわけでしょ。ね、数えられる名詞だからメニーで、下は数えられない名詞だから だからマッチになってるってねそれだけの違いなんですよなんか一生懸命セットフレーズで覚えようとするからなんかアズメニず、あずマッチアズだっていう風に、ね、覚えちゃう人がいるんですけど仕組みはこうなってますで確実に文を覚えてくださいただですね先ほども言いましたけど言わないんですよこの表現ってねマッチ単体ってね 使わないこれ習わないことが多いので気をつけてください。だからこれ間違って間違ってとは言えないけど、まあ、これをだから例文にしちゃってる英語の教材とかって結構あるんですこれ私が大学の時に習ってたグラマーの本にもこれは間違った表現であるっていうふうに書いてあったんで、えー、きちんとしといてください。えー、なんで合ってんじゃんさっきだって文法上正しいって言ってたまあそうですね理屈上は正しいんですけど言わないんですよ剣発マッチマニーって、ねえー。形容詞のマッチっていうのはですね 基本単体では使えません。基本はダメなんですよ。え、どういうことですかって言うと。ケンハツソーマルチマニーみたいな形で、前にこれそうついてますね。刑事じゃないですよ。こういう前に副詞がくっついてやらないと。使えないんですよ。普通は。ね、だからケンハツマッチマニーっていう人いないです。みんなケンハツソーマルチマニーとか。 発ですねこれはお金がありすぎるって、まあ、ネガティブなね要素がちょこっと入りますけどお金ありすぎだよみたいな一応なんかコメント欄に先生は副賞三角括弧でやってますよねとかで来てたんではいわかりました統一します形容詞は丸括弧でやってますよねはいわかりました統一しますあとはほらこれら使わなくてもさ言えるでしょ、ね、後ろに加算名詞でも不加算名詞でも置けるって習ったやつあるでしょ そうそうそう。ね。a lot of っていうのを使ってやればいいですね。k 発 n has a lot of money。これだったらほら、後ろ、加算名詞とか、不加算名詞関係ないですね。数えられる名詞、数えられない名詞関係なく使えるでしょ。a lot of friends っていうこともできるし、a lot of money っていうふうに言うこともできますよね。まあ、加算、不加算に関してはね、ちのちやりますけども、はい、こういった形でですねえ、気をつけてください。使わなきゃいけない。こいつがね、単体で使われる場合ね、形容詞の場合っていうのは、否定文。 の時ですねこういった形で、Ken doesn't have much money とか、こういった形で言うんだったら OK です。これだったら使って構いません。否定語がついてる。とにかく単体では、ね、形容詞のマッチ使わないでね。あ、名詞の方が大丈夫です。名詞のマッチは単体で使われるのを見ると思いますけど、この形容詞とか副詞の場合はちょっと変っていう時結構あります。あの、ほら、Thank you much って言わないじゃん。ね、Thank you very much とか、Thank you so much ってほら、なんか頭についてるでしょ。ね、実はそういう風に、意外とこのマッチっていうのは、ね、厄介な。メニューは普通に言えるのね。ケン n has many friends とかって言えるのにね。 はい、そして最後ですねこれ一応やっておきます倍数表現ってやつで東大クラスでも総計クラスでもバカバカ間違えるやつがこれです倍数が出てきてまあ twice とかあちなみに3倍だったらそう3 times ですね、はい、4倍だったら4 times なんとか times ってつければいいやつですけどそれプラスザプラス単位ってやつですね これが出てくると間違える人が多いです。これが文法問題で登場すると、え、何それわからんってなっちゃう人がすごく多いので気をつけてください。だから、China is twice the size of Western Europe って西ヨーロッパの2倍の大きさであるってことですね。これ、アズアズで言い換えられますアズ、as, なんとかアズを使って。さあ、むずいですね。そうなんですよ、これ。China is twice as big as Western Europe とか、China is twice as large as Western Europe とかっていうですね。このサイズの部分が、big とか Large になって、 アズアズの構文ですねそうこのアズアズの構文と同じようにこのザプラス単位っていうのが出るっていうのですね倍数表現プラスザプラス単位オブとかっていうのが出てきたりするわけですさっき倍数表現は青だったじゃないですか、はい、分かりました <laughs> という感じで出てくるわけですねこういう表現いっぱいありますどうですか頭なんか浮かびますか他にもいっぱいあるでしょこういうですね c a n is twice the age of Matthew ですねマシュー初登場ですけどはいマシューの2倍の年齢ですってきてるからそう言い換えてくださいアズアズで使うと キャンディス、トワイスアスアールダ t マティウという形になりますね。えこういうふうに、倍数プラスえ、ザプラス単位、ね、あずあずで言い換えるってやつですね。で、これは、もう覚えちゃってください、例文で。やっぱこれ出てくると、全く解けないっていう人は、やっぱこういうの覚えてないからですね、全くね。ただただなんか、あオールの時は a g ジとかですね、b ッ g の時ははサイズとかって、ね、機械的にやっちゃう人が多いからなんですよ。<laughs> はい、the Tokyo Sky Tree is almost twice the height of Tokyo Tower、ねまあ、一応ね、東京スカイツリーってだつけるのが正式みたいですいろんなの見たらね。東京タワーは座がついてなかった。で、東京 k y o Sky Tree っていうのが almost ってきてるからお、まあ、およそうですね。およそ2倍あ。ただ気をつけてね、almost ってやつ。almost 100って言った場合に100に近いけど100まで到達してないっていう意味になるって知らない人が多いですね。 だ about 100って言ったら、100に近いだけですね。about っていうのは周りですね。around と about、この周りっていう意味なんで、だから、about 100、around 100って言った場合は、99かもしれないし、98かもしれないし、101かもしれないし、102かもしれないですね。 それに対して、おもすワンハンドレットって言った場合は百に到達しないので、九十九とか九十八はあり得るけど。百一とか百二はダメなんですよ。だから今回も二倍には到達してないわけですね。だって東京スカイツリーってほら武蔵でしょう。六百三十四メーターなのに対して、えー。東京タワーっていうのはミニミニミニ、ね、三三三三三ですから。だからこれ二倍にはなってないじゃん。六百六十六ではないですから。だからまあ、およそ。 2倍,2倍には到達してないけどそれぐらいってですねはいで t w イ c e t h i l o v e t って言ってるので約2倍でではい t h e h i g h t ですねこれが単位ですよね High とって発音しますからねこれねヘイトじゃないから気をつけてねはい高いとスペルがだいぶ違いますけど High と発音しますではいじゃあこれをあずあず使っていかれるとどうなります The Tokyo Sky Tree is almost twice as high as Tokyo Tower っていうか The Tokyo Sky t Sky r as as.、ね、Building 建物の場合は High も Tall もどちらも、ね、使うことがありますよねあのもちろん人の身長の場合は、ね、Tall ですけど Ken is High と言わないですね Ken is Tall って言いますけど、はい、という形で Almost の後ろにまた Twice っていう倍数表現を置いてその後に As As で囲ってやると で形容詞で、As high as とか As tall as っていうふうに言うことができますね。はい、さらには、John is twice the weight of Ken ですね。はい、これはこれです、ね、はい、twice ですから、2倍。The weight of ですから、はい。Ken の2倍の重さでると、John っていうのはね、ち o んってそんなサイズの人だったんですね。で、それを As-As 言い換えると、はい、そうですね。John is twice as heavy as Ken っていうふうに言うことができますね。 倍数があって、あずあずで形容詞挟んでやるってやつですね。じゃあ次が。Fifth Street is twice the length of Franklin Avenue、ね。これ道の名前で Fifth Street っていうのとえ、Franklin Avenue っていうのを比べているわけですが、Fifth Street の方が Franklin Avenue よりも2倍長いわけですね。The length。はい、じゃこれをまた形容詞で挟んでやると。Fifth Street is twice as long as Franklin Avenue. になりますね「あずあず」で挟んで倍数プラス「あずアズ っていう形になるわけですね。はい、ラングがレングスね。ヘビーだったらウェイトはいや。とだったらハイトっていう風になりますね。まあ似てるよね。スペルのウェイトとハイトとかさこういった形で覚えやすいんだけど、この形はね。東大クラスでも早慶クラスでも間違える人がいっぱいいる。こっちで英文書けない。こっちだと四択問題解けないってい人が多いので、あず。あずはできるのにこっちのザプラス単位のやつができない。それはね、ザプラス単位オブとかってやっちゃうからですね。そうじゃなくてきちんと例文で覚えてください。こうやってやって。 置けば実際入試できた時にも対応できますからねはい結構ねここは盲点となるレベルの高いところですので覚えておいてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれ <noise> では始まりました基礎英文法講座今回は比較の 4回目になりますねいやーもう猫の話使っちゃったよここで使えば「ひっかく4」とかって言えたしさ「ひっかく4」とかっても言えたのにね「いや猫かもう猫かじゃねえや比較か,くかもうないぜダジャレ使いすぎちゃってねいや猫って言えば丸尾もモフコ比較いイン、うん、さあ行きましょう空所に入るのはどうでしょう「エ s スなんとか ToShopOnlineThanVisitPhysicalStores」to shop online, then visit physical stores. って書いてますね。 マッチイージー、モーリーゼー、マッチイージー、ヴェリーゼー。うぅ、謎の形がいっぱい並んでて、フ <laughs> てなりますが、さあ、選びましたかね。えまずま、注目したいのはンですよねそう。覚えてますね。ンっていうのが出てくるってことはさ、そう、比較級がなきゃいけないじゃん。比較があって、ね。比較員があって初めてンは使えるわけですから、だからそのキャラクターになってないのをどこかしますね。だからマッチイージーとか、まあ、そもそもね、イージーをマッチは就職できないからね。 でもこう選択肢の時点でダメですよ、はい。で、あ、4もね、同じようにダメだね。very はね、この減給ってやつですね。給料が下がることじゃないですよ。を就職することで,できますね。very easy とは言えるけど、very easier って比較を就職することはできないんですよ。だからダメなんですね。はい、だこれも選択肢見ただけで実は分かっちゃう。で、残ったやつですね。2と3、どっちかって言ったんだけど、more easier、これね、ダブル比較級みたいに使う人ね、いるんだけどね、まあ、若干。 ダメです。英作文とかでは絶対やらないでください。そうでした。答えは、m ッチ c h easier ですね。もうこれ選択肢だけで実は分かっちゃうってやつでしたけど、そう、非核球はですね、m ッチ c h くっつけて強めることできるんですよ。OK なんです、これはね。だから不思議じゃない ?Easy ーーの時はさ、Very easy とか So easy は言えるけど、m ッチ c h easy はダメなんですよ。それに対して、 こっちは very easier とかね、so easier はダメなんですよ。much easier にしてやんなきゃいけないっていうすごく厄介なキャラクターなんですね。はい。では、ブーン見てみますね。it is much easier to shop online than visit physical stores ね。もう大丈夫ですね。than っていうのは接続詞だから普通に後ろに動詞とか来ても大丈夫だよとかって言ったのを覚えてると思うんですが、え今回比べてるのはですね、これです。to shop online とね、 まあ、to が入ってもいいんですけど「to visit physical stores っていうこのえ実は不定詞ですねが並べられてましたあそうそうそう it to 行文ですよね。だ覚えてますか前回の授業で言ったんですけど文よく分かんねえってなったら元の形を考えてみますね元の形を考えるとこの比較の要素をどかしちゃえばいいんですねこの比較の要素をどかしてやると「it is easy ですね「it is easy to shop online っていう形になりますねだからオンラインでショッピングするのは簡単ですっていう文になります オンラインでってやつですね。オンラインでショッピングをすることっていうのはフィジカルってこれ大事ですね。物理的なお店だから実際にあるお店っていうことです。大事ですね物理のお店じゃないですからね。そういう意味ではありません。で実際のそのお店に行くよりも。 簡単だよって言ったという構文でマッチっていうのは非下級を強めてやるることができるんだってことですだからずっと簡単ですってことですね実際にお店に行くよりもオンラインで買った方がずっと楽だよっていう風になるわけですねでこのイーズイっていうのは難しいって前に言ったの覚えてます、ね、だいぶ前にイーズイって英作文でめちゃくちゃ間違ってくるからちゃんとしておこうですねベスト3ぐらいに入るって言いましたね間違えるランキングこれが何で間違いやすいかっていうとねこいつらが出てくる時ですねはい can answer the question the このね、more easily っていうのがね、本当に出せないので、だこれを押さえておかなきゃいけません。だからここ、more easy とか、more easy やって、さっき選択肢にあったやつですね、こうやって書いちゃう人がいっぱいいるんですよ。で、なんとも思わないの。なんかね、もう、more 足しとけいいやみたいな、もう、比較級にしときゃいいやみたいな人がすごく多くてですね。だ元の形考えてやってください。はいですか元の形を考えると、 はい、比較要素をどかしますそうすると can answer the question easily です、ね、簡単ですねそうこれを間違える人はいないんですよほとんど知ってますよこれクエスチョンの後ろにあるんだから「あっに決まってんじゃん、ね、形容詞に LY ついて副詞って習った」「Easily」「can answer the question easily」はいその問題に簡単に答えました、ね、簡単なんですよししかし比較にになった途端にですね もう全然できなくてモアっていうのがくっつくとなんか特殊な力を持ったかのように、ね、勘違いする人がいてモアイージーの連発とかモアイーゼーやの連発になっちゃうんでそうなんですだから比較の表現であれ大丈夫かな自分の書いた文って思ったら比較の要素を取っ払って元の文を考えてごらんなさいそうすると、ね、解ける問題っていっぱいあるのでイージーとイーゼー気をつけてください比較の時にこ,、ね、これモアイーゼーって書いちゃう人も多いしこっちにもモアイーゼーって書く人が多いんですよだから気をつけてくださいね。 ええー、そんだけど言ってって辞書にはイーズイ、ー福祉も売ってるじゃない知ってますダメですいいですねやっちゃダメですはいね、大学入試を避けてくださいイーズリーとイーズリーは間違いないでください簡単なっていう表現は簡単じゃないんですはいではこの表現ですね比較級の強調っていうのをきちんと解説したいと思いますねまあ間違って教えられていることがものすごく多いパートなんで直します え、なんでですかつっ,った Ken is much taller than John. 知ってる知ってる。Ken is far taller than John. は知ってる知ってる。フ、は、ァ、あ、っていうのも使えるっていうのも知ってるよとかね。実はまあ、口語ではね、まあ、入試ではあんまり出ないですけど、Way もよく使いますね。Ken is way taller than John. ですね。福祉の Way ですよ。Way ですね。これ、道じゃないです。John よりもずっと背が高いってやつです。で、こいつと同じように並んでる参考書多いですね。Ken is even taller than John. っていうふうに、自分自身も習いました。同じだっていうふうに習ってたんですよ。 でもある時ですねアメリカで生活してたら全然意味違うしって言われたんですよそうこれとこれは全く意味が違うものだよって言われたんですよえそうなのだって並んでるもんマッチファーイーブンとかって知ってますしかしこれとこれは全く意味が違うので、えー、きちんと押さえておかなきゃいけません えー、場合によっては全く違ったものになりますので気をつけてください、えー、このマッチとかですねファーとかがついてるやつはですねこれは「差が大きい」という意味になりますベリーとかねくっつかない理由のうちの一つなんですけどこれは「差が大きいんだよ」っていう意味を表します、えー、だからジョンとケンを比べた場合にケンの方がずっと背が高いわけですよ、ねはい、190cm ぐらいにしましょうかじゃあ はいえっ、ー、とケンは190センチですはいそれに対して、えー、ジョンですねジョンはまあ150センチぐらいですね、はい、でそうするとケンさんジョン差が40センチあるわけでしょこれね差が大きいんですよここに差が40センチぐらいいいかな190センチ引く150センチは40センチやねはい っていう,ふうになるわけなんですがこっちのイーブンはですね全然違います意味が全く違いますこれね「より一層」って意味ですこれは差を表しませんえより一層ってどういう意味なんですかって意味なんですが状況としてははいケンさん 190cm ですねえー、それに対してジョン 185cm こういう時に使う表現ですえ意味わかります より一層高いってことはですね、ジョンも高いんですよ、わかりましたジョンも背が高い、でも、ケンはそれより一層背が高いんですよって意味なわけですね、ジョンさん高いよ、185センチあるよ、でもね、ケンはそれより一層高いんですよっていう意味なわけですね、だから全然違うんですよ、状況全く違いますね、上と下では。 ね、だからここを気をつけてくださいね。じゃあこのイーブンは協調って教えられることが多い。だから自分自身もそうやって習ったしそういう参考書も読んできました。だからそう思ってましたよ自分自身も。でもある時違うよって言われてそうだったのってなったわけですね。そういうことなんです。だから気をつけてくださいね。そうだからここは差は大きくないじゃん。たったの5センチですね。で上は40センチもあるわけですよ。ね、とかマッチは差が大きい。でイーブンの場合っていうのは比べる相手。 より一層ですねだから比べる相手も遠いである。だからここが何でもいいわけですよ別の単語でイーブンビガーってなったらここに書いてあるのがビッグなわけですね。スモールって書いてあるんだったらこっちに書いてあるものがスモールなんです。でそれを超えてくるんですそれがイーブンなわけですね。はいわかりました。 はい、わかりますね。えー、だから、Ken is much taller than John, Ken is far taller than John っていうのは、ジョンよりもずっと差が大きいんだ。ね、Ken の方が大きいんだよっていうのに対して、Ken is even taller than John っていうのは、ジョンも背が高い、ね。でも、Ken はそれより一層背が高いんですよっていう意味になりますね。だから気をつけてください。はい、で、じゃあこれはどうなります、ね、?A much more interesting movie is coming と、A far more interesting movie is coming っていうことですね。 えまあなんか映画見に行ったんでしょうね映画見て「わーみたいなですね「ええー」みたいな、えー、全然面白くなかったのか面白かったのかは分かりませんがそれよりずっと差が大きいですから、ね、それよりずっと面白い映画来るよって言ってるわけですねそれがやって来るよっていうふうにですね。 まあまあやってきていると考えてもいいですけどまあ一応未来のことでも現在進行形を表せるんでしたよねそうだから今見たその映画でもずっと面白いのがやってくるよっていうふうにも言えるじゃあこっちはどうなります An even more interesting coming. あ大丈夫ねイーブンですか a あん」ですからねもう本当に英作文でねこの「あ」と「あん」が全然できないもうね本当に「あ」って書いてくる「あっイーブンもうあ」とかっていっぱい書いてくるんですけど「えー、なんでですか?」ってね 習ってるじゃないですかそんなん中学校で知っっててますよねそう習ってるんだけどできないわけですねそれはねやっぱりフレーズ単位で覚えないから文単位でやらないからもう一個一個の単語切り離して全て覚えるからそもそも「あ」もつけらんない人多いじゃないですか漢字の「あ」ってさ意識しないよね。本ブック そうやって一個一個置き換えて覚えていっちゃってるから「あっブック」とかっていうふうに覚えていかないので、えー、だからね「アップル」ね「リンゴ」ってやっちゃってるでしょだから「アンアポー」とかっていうふうにできないわけじゃないですか、ね、だから「I I have have a pen, アンになってないよ」とかね,ねなるわけじゃないですかある歌番組では「アン」に変えられてたことありましたけどね。ね それなんですよそう音で覚えないからですよ、ね。ちゃんと音で覚えるっていうのを忘れないでくださいね。ね uneven っていうふうにあ、母音が来た場合は Uneven っていうふうになるんだっていうふうにですね。普段は Uneven って切り離して読んでるから、だからあって置いても何とも思わないわけですね。Uneven っていうふうにならないと思す。Uneven more interesting movie is coming っていうふうにちゃんとつけてやってくださいね。An いね uneven and more interesting. この場合だったら上とは違うわけでしょ。そう上とは違って、 今面白い映画見たんですよ、ね。こっちは面白い映画見たのかつまんない映画だったのかよく分かんないですけどそれよりずっと面白い映画が見れるよってねそれがやってくるよっつってるだけです。それに対して下っていうのは面白い映画を見たんですよ。An interesting movie を見たんだけどそれより一層面白いものがやってくるよっていうふうになるわけですね。分かりましたねで言い分以外のやつも一応、まあ、出てくることはあるのでやっておきますが これですね yet とか、still とかっていうのも習いますね。yet more interesting movies coming とかですね。これだから、まだとかっていう意味じゃなくて、これもより一層面白いですね。ねこれも、still more interesting movie is coming ですね。これもより一層面白い映画っていうふうになりますよね。で、こいつらはあ、そういうのはあるんだなぁと覚えておけばいいです。 出てくるよ入試問題で見てたら出てくるけど自分で書かないでくださいあの、ね。かなり限られた時にしか使えないのでだからこういう時にさ結構書いてくんだけど「c a n is still taller than John」っていう風に書いてくんだけど普通は言わないですね。なんで言ったら別の意味に取れちゃうからですね。「c a n is still taller than John」ですね。まだって意味のス l ルだと思っちゃうから。 剣はまだジョンより背が高い、ね、10年前、は,い、剣はジョンより背が高かった今もまだ、はジョンより背が高いってそういう意味だと思っちゃうので、より一層っていう意味で使う場合は結構限られるので、ね、なんで、イーブンだけは覚えておいて、あとは見かけたときに分かるようにしておいてください。自分で書く必要はありません。こういう感じでね、比較ってね、かなりマニアックな、ね、ことが教えられるんだけど、間違ってるというか、使われないぞとかっていう表現、いっぱいあります。だ今後またいろんな表現を教えていきますけど 違うっしょ日常そうじゃないでしょっていうのがたくさんあります多分まあ、今までもいろいろ紹介してきたけど最も多いのが比較だと思うね、やっぱまあ難しいんだろうね変化が起こりやすいというか昔はこう使われてたけど今はそうは使わないっていうのが起こりやすいところなんですねだから学校では習うでも教科書入ってないよっていうのいっぱいありますから 文法書には昔のものに基づいてできてるから載っちゃってるっていうのがいっぱいあるんですけどそうなんですだからそういうのは結構あるところなんで注意してくださいはいこの動画がよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは始まりました基礎英文法講座さあやってきましたさあかかいきます って書いてあってで「most much more many more than most」っていうふうに書いてありますねさあ選んでくださいではいきますね eyes 公文ってやつですがそうですね印見つけましたね段が見えたと思いますねはいこいつが見えたってことはそうですね非較球が出てくるはずですよねここねそうすると非較球がいないだもーしとともーしとはさようならですね はい、残った m a c h more か mini more さあどっちですかっていうので、えー、前回習いました非核級を就職するやつは m ッチ c h ですつ <laughs> っていうですねはいそうなんです答えは m ニ n i more になるんですねうわ何それわけわかんないよ知ってます、はい、だから差がついちゃうわけですよこれが出てきた時にねはいなんできちんとやってきましたね there were many more customers than we had expected ね期待してた予期してたよりも ずっと多くのお客さんがいらっしゃいましたっていう感じになってますね。相談は別に接続詞だから後ろに SV とか全然来てもいいよって言いましたよね。はい、で「えっ、ー、すかこれ聞いたことないんですけど」って言うんですけどまあ暗記してる人もいますよねこうやってね。メニモモアア加算名詞マッチモ 加算三名詞とかってね、記憶してる人もいるんですけど、まあそれはそれでいいんだけど、それだけだとね、アウトプットできないですから、きちんと、Many More Customers とか、Many More Students とかね、えー、何でもいいので、Many More Visitors でもいいので,です、ね、えー、そういうので覚えておいてください。あ、ここの HAD はこれよりも前の時間だから、HAD っていうのがついてますね。HAD 足す加工分子ですけど、まあほら言いましたよね、どっちが前かがはっきりしてる場合だと別に書かなくてもいいっていうんですね。だから実際は、we expect e d っていう人の方が多いと思います。There are many more customers than we expect e d っていう人も多いですね。 だこういうふうういいふにハードを取っ払っ払ちゃう人も多いしあとはこのねダン・エクスペクティっていうふうにねこうやって書く人もいますねダン・ワーって言ってこれちょっとハイレベルなんでほったらかしにしますけど <laughs> 関係代名詞のダンでダン・ワーとかっていうのがあるんだってやつですあのハイレベル以外の人は <laughs> わーってやってみてくださいね で、ダンタス過去分詞だけで出てくるなんていうのもあります。これは、後々役立つからダンエクスペクテッドとかですね。えー、出てきた時に、あ、思ってたよりもって言うんですけど。ただね、そうするとね、またね、厄介なキャラクターが出てきちゃうんですよ。そうすると、あ、ダンタス過去分詞っていうの出てくんだ。ダンエクスペクテッド、ダンエクスペクテッドってやって。比較記を忘れちゃおうって人がいるので、気をつけてください。英作文とかに、比較記を書いてないのに、ダンエクスペクテッドとかっていうふうに書いちゃうんですね。ケンワズハッピー、ダンエクスペクテッドとかですね。予期してたよりも、ハッピーだと。 とかですね、わけのわかんない英文が出てきたりするのでそのい比較級を忘れないでくださいねじゃあ一体この「メニーモア e っていうのは何なのかっていうのを解説しますね私ケンの方がお金ももうほぼ持ってま o h ねお金の場合だと Ken has Kane has much more money than John っていう形になりますね。でこれで気づきましたね。そうです。えー、さっき言ってた many more の後ろがまあ可算名詞の複数形、そして much more の後ろが不可算名詞になっているっていうのが分かったと思いますが、一体これどういう仕組みになっているのかっていうのを見てみますね。はい。えー、上の方なんですが、これですね。非可球をなんか many が就職している変な感じっていう風に考えると思うんですよ。そうですね。 えー、ただこやつが何なのかっていうのを考えてやったら結構わかりやすくなるんですよ。えわかります？ここもそうです。こやつの元の形が何なのかを考えていると意外と迷わずにスッと答え出せるってことが多いですね。はい。で、More books っていうのはこいつね、何かの比較級ですね。何の比較級だわかります？ええ、モアってマッチの比較級じゃないのって思うんですけど、実はこいつメニーの比較級です。 だから気をつけてください。そうですね。だからメニーブックスです。だからメニーの比較球を強めるのはメニーなんですよ。1回ですね。そうメニーの比較球のモアを強めるのはメニーなんです。じゃあこっちはそう。ね。前回やってるからもう分かると思いますけどこいつはマッチの比較球ですね。マッチマニーっていうやつでしたね,ね。普段は言わないよってね。そうマッチマニーとかやったと思うんですがトゥーマッチマニーとかやったと思うんですがマッチの比較球を強めるのは マッチの比較器を詰める場合はマッチメニーの比較器を詰める場合はメニーなんですねだからメニーメニーブラックスみたいな感じなんですけどそういうことですなんでここがメニーの役割をしているこのモアがメニーの役割の場合はメニーをくんだっていうここだけ覚えとけば大丈夫です でも間違っちゃう。わかります。それは例文全然覚えないからですね。だからこういうのは、Ken has many more books than John とかっていうふうに覚えてください。ね、Ken has much more money than John っていう形で覚えてください。こうやって具体例を覚えておけば間違えないからです、ね。そのルールだけ覚えても間違っちゃうことはあるし、アウトプットは間違えることはありますが、例文で覚えておけば勝手に自分でルールをね、導き出せるってことはたくさんありますので、えー、ちゃんと知っておいてください。はい。 さあ、これでね、えー、間違っちゃう、厄介なポイント1個解消。次です。はい、こいつもやですね。はい、以下のうち、午後を使い、それらを並べ替え、意味の通る文を完成させなさい。そうですね。えー、選択肢は、very.far.by.is.house という形で、6つあるんですよ。そう、気をつけてね、6つのうち5つだけ使ってくださいね。こういうのめちゃくちゃ間違えるよね。 はい、きましたかそうですよ。だから一生懸命、全部を並び声をジュー,アーってやっても一生解けないですよ。ちゃんと一個いらないのがあるんだっていうのが気づかなきゃいけないわけで、そう気づきましたそうです。答えはこれです。The house is by far the biggest in the world っていう形ですね。そう、by far を知ってなきゃ解けない問題でしたね。これ知ってりゃ簡単に解ける。えだからいらなかったのは very ですね。very も by far も 最上級を強めるものっていうふうに習ってる人が多いと思います。ね、習ってるでしょ当然ですね。じゃあ違いは何ですかって言われたら言えますかそうそうそう、言える人はこう言いますね。The house is the very biggest in the world って知ってるよね The very 最上級でしょ ?by far の場合は by far the 最上級でしょっていうふうにね、えー、覚えてる人多いと思います。そうなんですよ。ね でも、覚えてるんだけど、やっぱりテストしたりするとさ、英作、和文英訳とかやると、できない人がすごく多い。やっぱアウトプットできないんですよ。やっぱそれはやっぱ、バイファーだ最上級とか、the very 最上級って覚えちゃうからですね。だから例文とかフレーズで覚えてください。まあ自分自身は、far the biggest とか、the very biggest って言ったりとか、バイフ r the ス e ですね。e s t the very best ってよく使いますからね。アルバムのタイトルとかによくなってるよ。そういった形で覚えておきましょう。ね だから、ね、なくてももちろんですね。house っていうのが一番大きい世界でもいい。で、それに by far つけて、もうずっとでけえみたいなですね。超でけえみたいなですねで。これもそうですね。the house is the very biggest in the world っていう形で very をくっつけて強めてやるわけです。はい、えただ、そうですね。位置が厄介と。by far だ,だからもうフレーズで覚えなさい。by far the biggest っ the ていう形でフレーズ単位で記憶してください。 そうすると、出てきたときに間違えないからですね。はい。なんで、こういうので覚えておいてください。はい。ですね。This movie is by far the best. もう一番で、ね、この映画は一番最高。とか、This movie is the very best. っていう形ですね。はい。もう、by far と very っていうので、この位置を覚えておいてくださいね。おすすめするのが、このフレーズ、by far the best っていうのと、the very best っていうのが、 これがもうねよく使う表現なんでビシッとこれで覚えてもらえればいいかなと思うんですけどそうするとですねあでアデでアデでアデっていうですね人が出てくるわけなんですよ知ってますよいろんな表現がね載ってるんですよね参考書にね困った困った先生ちょっと私マッチ習ってるんですけどねマッチだベストって習いましたマッチだ最上級って習いました参考書載ってますねいろんなものに書いてありますねしょうがない 書いいてててるからやってますすけど出題されてないですね最近の入試問題で全然出てないですね例外持ってこないですふ、ね、うここのエフラン大学がマッチダ最上級出してますとかって言わないでくださいね、はい、そうなんですよマッチダベストってね言わないんですよ <laughs> あね、そうするとさ、もう最近ね、そういうのやってるとコメント欄に、アメリカ英語でしゅどうせ森鉄はアメリカ英語しかできないから、イギリス英語だってこれも大きいでしゅみたいなね、言ってくるから、で、どうせお前の教材作ってるやつアメリカ人じゃんみたいなね、わかったよ、知ってるよ。だからちゃんとイギリス人も聞いてきたよ。ね、マッチターベスト、どうすか言わないって言ってた。はい、知らん、そんなの。ね、って言ってましたよ。 でいやいやいやどうせ森田すけが聞いてるやつらは若者で若者たちは言わないだけで結構前の人たちは言ってんじゃねえのとかっていうのが来るからちゃんと50代に聞いてきたすね、はい、50代後半から60ぐらいの人にも言ったけど言わないですね。 って言ってましたもうなんか「うーん」って言ってたで言ったわけですよ「え日本だとねこれ習うんだよ」っていうふうに言ったらね「はあ?」みたいな「古文見て」っつってただから古語を喋ってる感じってね「なんかダントン・アービー」とかねまあまあ有名なドラマありますけどそういうやつとかに出てくるような,なんか昔の小説の中のセリフ見てっっそうなんですよだから結構古語がねいっぱい出てくるんですよ日本のね参考書。いやそんなこと言ったったて 文法に載っててるじゃないですすかかあれは見てますから点自体も、ね、この表現使わない、この表現使わない、この表現使わないっていっぱい言ったけど、採用されなかったっつって言いますから、彼。こんな表現使わない、こんな表現使わないよって、たくさんコメントを出したけれども、全然採用されなかったってね、彼自体も言ってますから。はい、これ P ばっか入れなきゃいけないな。PRP 文法。<laughs> ね。はい、やばいやばい。はい そう,いうそういうことなんですよだから皆さんが持ってる文法書とか辞書っていうのは個々も載ってるんでそこを押さえておいてくださいねでむしろさだから日常生活で使うけどさ出題とかされないのだったらさあれでしょ This movie is easily the best とかね Easily 知らないでしょ Easily the best これも同じような意味ですよ知らないでしょ The best この the plus 比較期を Easily が強めるとかさそういうのはね出てこないんだよねだから使う表現は出てこないけど、前回の 授業だったら、ウェイ、ね、ウェイベターとか、ウェイビガーとかね、そういう使う表現は出てこないんですけど。なぜか使わない表現が出ちゃうっていうのは、まあ、しょうがないと言えば、しょうがない。と思うんだけど、ちょっと、まあ、変わってほしいな、だから、そういうのは、ちゃんと学校の教科書とかは、そういうのを考慮して作られているんですよ。実はね、あ、そういうこともあったりします。だあとは、バイファーね。あの、比較級とも使うとかって、載ってる参考書とか、ありますが使い方とか、結構、異なるので、バイファー比較級ってないから。 比較級バイファーっていうのだったら OK とかねそういう複雑なものが出てきたりするので比較級プラスバイファーっていうのも覚えていない方がいいですよそれもね、えー、こう使おうと思ったら間違っちゃうってことが多々ありますので気をつけてくださいはいなんでまた無駄に知識を与えてしまった「<laughs> イーゼリー」なんて、ね、言わなきゃよかったね,、はい、ねだからこないだの「のイーゼリー」っていうの出てたりしたんですかね比較のところでこれが出てくるのを予期させるような匂わせだったんですかねみたいな偶然です はいということでちゃんとですね by f a r the best the very best で覚えていてくださいで比較級のねあのマッチとかイーブンとかに関しては前に動画出してますのでそちらで確認してくださいはい今回もですね重要なところをねやりましたので、えー、復習大変だと思いますがそちらもねなるべく文で覚えるフレーズで覚えるっていうので倒してくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします それでは始まりました。基礎英文法講座。今回はですね、ザプラス比較級ってやつですね。好きなんですよ、入試がね、本当に。だからやるしかない。はいですね。今回はいよいよザプラス比較級ですよ。そう普通じゃないですね。普通比較級にはさ、ザつけなくて最上級にザつけるやったじゃないですか。でも今回はですね、ザが比較級についてるってやつなんですよ。厄介ですね。そうだからですね、さっき言ったわけですよ、ザプラス比較じゃなくて比較級にしてくださいって言ったらね、スタッフが。 非級ってて書いたよね古いの、えー、で、今回問題じゃなくて、まず言っちゃいますね。もうやらなきゃいけないことが山ほどあるので、えー、まず一つ目が、tennis the taller of the two students とかっていう風に、the plus 比較級の後ろに of the two が出てくるやつっていう風に習ったりするやつです。これが the が出てくる1個目、the plus 比較級になる1個目。非常に理屈も簡単だから覚えやすいです。えー、なんでですかだって2人いるんでしょ まあこの考え方はねいずれ出てくると思いますはいまあケンさんとねジョンさんかなんか分かんないですけどいつもいる <laughs> 2人いたとしてスティーデンツがいますよねスティーデンツがいてあ背高くなきゃいけなかった同じ,同じぐらいになっちゃった 2>, <laughs> 2人いてケンの方が背高いですね 「でだから2人いるうちの背の高い方です」って言ったら「特定されますよね2人いてそのうちの背の高い方です」って言えば「ああこの人だ」っていうふうに特定されるのでだから「座」がつくって言われたりしますね。ねこっちだってもう分かるからこの考え方実はね重要なんですよ座」ついてる時っていうのはそれもう分かるよっていうふうになる時が多いんですよ。 高い方だよって言われてこうやって見てたら分かるわけですねこれね最上級っていうのもさもう1個しかないとかっていう時が多いわけじゃないですかこれが最高のものだよ1個だよもうそれだけだよっていうふうに特定されるものだよっていうので座と相性がいいなんて言われたりもしますよねおおらしいですね消すのがもったいないはい、はい、で厄介なのがこの2個目ですねこっから非常に厄介になりますね Susan loves John all the better for his faults とかっていうふうに 出てくるじゃないですかそう。習ってる人多いよね。all the better とか、ここの後ろに理由が出てくるよとかってやつです。ね、理由プラス、the ス比較級とかってや習うやつですね。大体、だいたい4足す名詞え。because 主語たす動詞ですね。because sv っていうので、こういうふうに理由が出てきて、all the better とか、all the more。 とかっっっててていいううののがが出くるるあ風に習ったりしますねそれでもいいんですけどちょっとハイレベルまでいきますね。ハイレベルだとこの別に理由がなくたってこれ出てきますから長文中に。えなんで、えー、その辺のことも説明したいと思うんですがこのね「だがよく分かんないっていう人が多いので、えー、それをねちょこっと説明したいんですけどまあこれねすごいよね。欠点があるので まますすすとかってやつですねより一層ますますジョンのことが好きです。そうわかりますね。ケンっていうのはいつもお金を持ってたし知識もあったしかっこよかったですがスーザンはジョンの方が好きだったんですね。でこういうふうに出てくる言葉ですね。スーザン loves ジョン all the better because he's shy とかっていうふうにねまた all the better the plus 比較があって because っていう理由が出てますね。because he's shy ですね。彼はシャイだからほらスーザンはケンよりもジョンの方が。 好きだったんですねそれは欠点があるしシャイだしそれでより一層好きなんだっていうね入試問題でもそうですね欠点があるのでとかさよくあるじゃん「he has a lot of faults」とかね欠点がいっぱいあるのでますます好きだとかどういう状況なんだって思ったりするんですけど、まあ、そういう英文がよく出てきたりするわけじゃないですか。一体これ何なのか えー、ということなんですが、えー、この座ですねちょこっと特殊な座なんですよ実はそれを分、ね、かんないと結構厄介なんですよこの座はですねその分っていう意味です彼がシャイであるで、ね、そんだけですねその分より一層好きなんですよスーザンっていうのはジョンが好きなわけですねショオンが好きで シャイである分、より一層その分、好きなんだよっていうのがこの座なんですね。その分っていうのがね、分かってるとですね、いろんなものの謎が解けてきますので、えー、ちゃんとやっておきますね,ね。だからここもそうなんですよ。このね、欠点がある、その分、好きなんです。シャイである、その分、好きなんですっていう意味になりますね。で、そうするとさ、もう一個習うでしょ。これですよ。Nondetheless。ね、Susan loves John, nonetheless for his fault. っていうので、ね、 これもああ知ってる習っててるる習よでもこれどういう意味なんだろうってなっちゃう人が多いわけねえ。でこれを見てみるとですねこの「なん」っていうのがですね否定ですねあら。マイナスですよね。「レスっていうのがマイナスですよね。はい、マイナスとマイナスかけているとそうプラスになるでしょそうだからねこれマイナスじゃないっていうのが大事なんですよ。えそうだったんですかですね だってそうでしょ考えてごらんなさいこの「座」は何の「座」だっつったかさっきの「座」と同じですそうそう「その分」って意味ですね何の分かっつったら欠点があることですよね欠点がある分えレッスンですか減るですね減りません全然ってことですかねいいですねだから欠点があるけれども通算はジョンが好きですってことです っていう風になるわけですねだからほら「何だらスって1語で出てくることあるじゃないですか「それでもやはり」ってそういう意味ですよ「それでもやはり」っていうのはその分減りません,ってんです、はい、欠点がある分スーザンンののジョンへのスキドは減りませんよって意味です。でこういった形で出てくるわけなんですが辞書には載ってなかったりしますねこれ。 知ってんだよこの「Nondaless for」とか「Nondaless because」とかって載ってたりすることもあるんですけどまあ使わないっていう人も多いのでだから載ってたり載ってなかったりするでしょう前回登場したイギリス人にね聞いてみたらね「使いません」って言われたから <laughs> こんな表現言わないねそうだから辞書によって二分になってたりしますよね「John has a lot of faults」ね「John はたくさんの faults がある」と「ButSusan loves h i m n o n h e l e s s って書いてある二分になってること多いですね はい、そういう形で、二分で使うって言われた。一、ね、文じゃ言わない。まあでもしょうがないね。一応参考書とかに出ているから解説をします。スーザン・ n n o n e なんだ less? even though he's shy って形で、実はそうなんですよ。理由って言って、for と because って覚えるけど、入試問題見てごらんなさい、長文ね。全然そんなことないですね。even though だって普通に使ってますよ。彼はシャイだけど、その分、減りませんよっていうふうに for や because 以外にも出てきますからだからこのその分減らないっていうこのその分だって覚えておくと楽ですよえ。同じように The party will be all the better よくなりますよ。If John comes っていう形で If 説結構出てんだよね入試問題見てると。John が来たらそのパーティーっていうのはますますその分よくなるでしょうってことですね。はい、ということなんですね。だからこの The プラス比較級っ,ってそういう仕組みになってたわけなんですよ。 じゃあ最後ですね、出た、こいつ。超厄介なキャラクター。The younger we are, the なんとか believe are likely to more than others ね。できましたかね分かんない人は動画を止めてやってみてください。そうですね、the plus 非核球ですよ。現れましたよ、こうやつ はい。答えはこれです。The younger we are, the more likely we are to believe others っていうね、The plus 比較 s v The plus 比較 s v の構文とかっていうやつですね。すごく厄介なやつなんですよ。はい。ね。なんたってさ、The と比較級って珍しいってね、さっき言ったよね。The plus 比較があるし、しかもですよ、これ。SV2 個あって、ここもそうですね。We are って SV2 個あって、 ないじゃん接続詞詞関係詞だから超珍しいキャラクターなんですよこんなのこっちにもダプラスで書きしえ接続詞出てないやんっていうふうになるわけですねまあいますよ先生によってはね「いいかこの座は関係福祉の座だ辞書を引いてみろ」とかですね「いいですそんなのね忘れてください」で「は実は接続詞いないとか関係詞いないと思ってるけど実はいるんだぜ」とか「いいです」ね昔の表現です、はい、でさらにまた厄介なとこいないですか そうそうそう語順変わってるでしょだってもともとさ we are young でしょその保護の部分が前に出てきて大ヤングってなってるんですほらトー起こってますよねトーまで起こってるもう不思議な表現だらけじゃないですかここもそうですよもともとここにあった likely がダモア more likely っていう形でね引っ張られて出てきてるわけですよ ね、だ統治が起こってる非常に厄介だプラス非核球だよ接続詞だよ統治起こっちゃってるよっていうねもうすごい3本セットです比較でよく分かんなかったら元の形考えてみればいいわけですから、ね、これだから「We are young」だしこっちはそうそうそう見えてますねこれ「We are likely to do」の形になってますね「be likely to do」ですね。 だからより一層こうする傾向がありますよそうこれ要素の分離ってやつでしたね離れていてもちゃんとこことここがくっついてるように見えなきゃいけないわけですよだから逆に動かさないでさ答えさっきの並べ替えやっちゃう人多いでしょこれだからザ・モアって言ってもうモア置いときゃいいんだザ・モア構文だって思ってる人結構いますよねえそうやって勘違いしてる人結構いるので、えー、実際そういう説明も見られたりするんで違いますね いいですかこれザプラス非なんでしょこれは「more likely」で一個の非核球ですからね間違えないでください引き離さないでください「more」置いときとりあえず OK みたいに思ってる人がすごく多いだから A 作文でもこの並べ替え問題でも出るんですよ気をつけてくださいだこの間なんかすごいやつもいたよこれがだからより可能性が多くなるってことじゃないですか,かこれが可能性が低くなるっていうのが出たんですよそしたら「そうそう more」じゃなくて「less」にすればいいんですよ「the less likely」ってやればいいのに その人のね、回答は、ザ<ん>・モア・レス・ウィ・ア・ライクリって書いてあって、ザーみたいなですね、どアしたみたいなね、モアの後ろにレスみたいなですね、もうとにかくザ・プラス・モアの公文だと思ってるわけですよ、モアおきゃいいみたいに思ってるんですけど、それじゃだめです、いいですね、ちゃんとね、ザ・プラス、非滑球の公文ですね、っていうふうに覚えてください。だからこれとかもザ・モア・ウィ・ア・ヤングって書いちゃう人がすごく多い。 ダメですよ。The younger, 非角球。The plus, 非角球の形にするんだよっていうのを忘れないでください。で、同じようにですね、部屋が大きければ大きいほどゲストをもっと呼ぶことができるってなんて言えばいいですか ?The plus, 非角球使うと。そうですね。The bigger the room is, the more guests we can invite っていう感じですね。 まあこれ大きければ大きいほどっていうのでですね The room is で is の後ろ出てきて begar の方が前に来ますねはい The plus 比較球前に出ますで下の方が The more guests we can invite でそうインバイトの目的語が前に出てきますねでこれも more guests にしてやってください more と guests を必ずくっつけてやってください引き離さないでください The more

引き寄せてくださいこれメニーゲストの比較ですねだからこのポイント問われるわけですよ。ね、ザープラス比較球です。ザープラスモアではありません。必ず引き連れていってください。モアの後ろのキャラもね。はい、これを忘れないでくださいね。でもちろん、ね、マッチの比較球になってて、ただただモアだけで出てくるのもありますね。そういう例文もあるけど、その例文しか覚えてない人とかっていうのは、英作文で間違えちゃうんですよだからこの。なるべく引き連れてるバージョンを覚えてく ください、まあ、もちろんもっとね深くやろうと思えばできるわけですよこれ「あいいですかこいつは未来のことでも現在形時条件の福祉施設みたいなほらもっと部屋が大きくてもみたいなほらイフみたいみんな意味になるでしょうだからほら未来のことでも現在形なんだよ」とかっていうのができるし「いいかいここに B 同士が来たら省略もできるんですよ」とかってねあんまりねここが代名詞の場合はここ省略されないんですけどでここ のやつは省略されるよとかねそうこのまあ省略はね若干英文読んでる出てくることもあるのでまあ大事なんですけどそうなんですだから特殊な要素がいっぱいあるわけですザプラスきかけは珍しい接続詞がいないとか統治が起こる省略が起きる時世未来のことでも現在系とかですねすごく特殊なキャラクターなんでだから出しやすいわけですね入試ではでこんだけ特殊ってことはそうですだから皆さんは英作文で避けた方がいいですよあんまり書かない方がいいですねこれは間違えやすいんですよ こっちの座はどんだけのね座で、こっちのもう一個の座はさっきやったその分っていう意味ですね。そうあ,<っ>あなたがどんだけ若いの、ね、こんだけだよ、こんだけ若いとその分こうなるよっていうのとえ、ね、若ければ若いほどねますますこうしちゃうよ。どんだけ部屋大きいの部屋大きければ大きいほどその分ゲストをたくさん呼べますよ っていう意味なんですね、えー、だからどんだけその分っていう公文なんですけどさっきの「オーダーモア」とか「飲んだレス」の時と同じ「だなんです厄介な構文な文んですが例文で覚えてください皆さんその「ザ・プラス」比較級のルールばっかり覚えて結局英作文では使えないもうそうだから英作文では避けろっていうんですけどね覚えられないからアウトプットができるのはかなり難しい表現なんですよね。はい、なんで必ずこう、ね「ザ・プラス」で「ザ・プラス・モア」の公文だと覚えないこと語順が変わってる例文で覚えるっていうのを意識してください。はいかなりレベルが 分かったと思います。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。おでは、始まりました。基礎英文法講座、今回はですね。否定語プラス比較級っていうやつをやっていきますね。これはね、結構大変なやつなんですよ。ね。はい、否定語プラス比較級、え、なんもボケないんですけど、いや、無理ですよ。これ浮かばないわ、こんなのね。ひでことひかきんとかぐらいしか浮かばなかった。こんなの使えないと思った。使われてる。 はい。A からここ並べてください正しい文頭にグルコもこうグルコじゃないクルコクルゴも小文字になっているんです、ね、Other is material harder no than、ね、はいうで,しょう、はい、できましたかねまあね is っていうのは絶対 B 動詞ね動詞にしかならないだからこういう動詞になるなとかっていうのもわかるしまあ then 来てるからこう比較級だろうなっていうのも分かるんですけどもやっぱこれ知らないと答え作れないよね ね、やっぱりね、並べ替え問題って表現知らないと作れないっていう問題がいっぱい出るわけですよ。もちろんね、すごい最上級のレベルの大学になるとね、いろいろ頭使わないと答え出ないっていうのが多いんですけど、それより下はやっぱりもう知ってりお落ちまいっていうものがほとんどになりますね。さあ、これどういう意味ですか ?Nor the material is harder than diamond。否定語来てますね。ほら、比較来てますね。これですよ。否定語プラス比較級っていうやつです。他のマテ r リアルが ないよ物質がありませんですね他の物質はありませんこれよりも硬いですねこれ形容詞のハールですからダイヤモンドよりもってきてるからそうですねダイヤモンドよりも硬い別の物質はないですだからダイヤモンドが一番硬い物質ですっていうそういう構文になっているわけですね定語たす比較が出てくるとですね 一番っていうのを表すすんですよ、ね、知っといてくださいねだからダイヤモンドが一番いいっていうのを表します、ね、そうだ一番を表すっていうのをしょっちゅう言うんですけどこれね否定語プラス比較は一番になるから気をつけなさいって言ったんですねある時ですね生授業でねこうやって教えててねこう一番ね前のね女の子がさもうはあみたいなもうすごい疲れてる状況でいたんですけどで私が言ったわけですいいですか否定語プラス比較が出てきたら一番って意味なんですよ。 ったらねい,いですか否定語プラス比較は一番って言ったらですねその女の子はですね一番の選択肢をこう丸したんですね。はあみたいなですね否定語と比較級が出てきたらもう全部正解は一番になるのそんなわけないですからね。はい今俺はどうしてるかねあの子 はいまあ、あのアメリカではダイモンズっていうです、ね、複数形で使うことが多いです。でだからほらねコメント欄に「アメリカ英語グゲー」って,って書かるから、まあ、アメリカ英語だけじゃなくてイギリス英語もちゃんと意見も聞こうと思ってイギリス人に聞いたら「物質なんだからダイモンズでしょダイモンズじゃねえよ」みたいなね「物質の場合は深さ名詞です」みたいな、ね、言われたんで今度はイギリスに従いました。アメリカ人は「えダイモンズでしょ?」ダイみたいな感じです、ね、けど、まあ、一応ね物質という意味で。 数えられないものとしています、はい、で、つまりはそうですダイヤモンドで言ったハーデスマテリアルっていう意味になるわけですそう,そう、最上級を使えばこうなるわけですねダイヤモンドっていうのが最も硬いマテリアルですこうやって言えばすっとわかるけどこういうふうに否定と比較になるとへーはーほーってなっちゃう人が多いんですよだから気をつけてくださいこういうやつが出てくるね。で、中学校ではこいつともう一個習うでしょ知ってます一番を表す表現を二つ習うんです中学で

硬いんでですすって意味ですねだから他のどんな物質よりも硬いんだから一番って意味ですよねそう。こういうふうに最上級を使わなくても一番を表すものっていうのが狙われやすいんですよね。あーちなみにこの d o に e any other 単数名詞でそれで覚えちゃってもいいですけどまあ一応ね例文で覚えておきましょう。と h e m o n is harder than any other material っていうふうに覚えておいてください。具体例で覚えておきましょう。ちなみにね実際の英語では 単数形じゃなくて複数形で使われることもよくありますね。ここ単にアダ Any Other の後ろに複数形がついていることもありますが、一応大学入試ではちゃんと単数形にするっていうふうに覚えておいてください。<noise> さあ、ではこれと同じような表現ですね。きちんと覚えていきますね。No material is as hard as diamond っていうふうに as as で言うこともできますよね。ね、こう no っていうのがあって。 どんな他の物質もダイヤモンドと同じぐらい硬くはないよって言ってるからダイヤモンドが一番ってことですねだから No other material is harder than diamond と同じ意味になりますよね大逆入試であれば否定語が来ている場合は as as じゃなくて so as も使うことができますよっていう風うに習いますねはい、なんで一応教えておきます これ否定語ついいいいい。てないのにいきななのきりそうを出ささでください、ね、イディオムの時だったら確かに「そうあず」というとかですねいろいろあるんですけど基本は否定語がいないのにこのあずあずをそうに変えちゃいけないって覚えておいてください。で英作文の場合は常にあずで言った方がいいです。やっぱり、ね、人によっては「えー、否定語ついててもそうはおかしいでしょ」っていうのね結構ある。 ね、これもだから今までいろいろ教材作っててイギリス人がチェックしたりアメリカ人がチェックしたりしてやっぱ結構ね「いやーそうにしないんじゃないそうは言わないでしょ」みたいなのがです、ね、あそう出てきたんでだから気をつけてください「そうは使わない方がいい」「そう先生の授業は使ってください」でも「そうは使わない方がいいことがあるので気をつけてください」であちなみにどう違って聞こえるっていうとやっぱ「そうの方が固く聞こえる」って言ってましたね。 こうやっていうのがありますね。nothing is as hard as diamond とか nothing is harder than diamond っていうのでも OK です。で、この no other と nothing の違いが分かんないっていうふうにね、質問を受けることが多いし、自分自身、うん、英語を習った時に分かんなかったです。知らなかったこの違い。何が違うんだろうって思って、え、同じじゃないダイヤモンドよりも硬いものはない。あれ、同じだなって思うんですけど、でこっちはいいですか上の方はマテリアルを比べてるんですよ、これ。ね 物物質と物質とを比べているわけですね。それに対してこれ Nothing っていったらもうこの世のもの全部ですからね全てのものっていう意味ですからで一応地球上ではダイヤモンドが一番硬いはずですから、まあ、ダイヤモンドが一番硬いというのは Nothing とかっていうのを使っているわけですだから一応地球上で一番速いのはそうですね Nothing is as fast as light というふうに光ですよね光が一番速いんでだからこうやっているわけですよ Nothing is as fast as light ライトね、どんなものでもライトよりは速くないだからライトが一番速いっていうんですね。これでも両方使えちゃってるからえわ、ー、分かんないってなっちゃう人がいるんですけどそう片っぽしか使えない時ですねこっちしか使えない時なんて山ほどありますよ。 これどうですかノー s t ー l l ィング h ス n t ラダ b ダバージカリ l ファ a っていうふうにねバージカリーファー知らない人いると思いますね何でしたっけ日本語だとブルジュハんとか <laughs> あの一番高いタワーですよ、ね、世界で一番高い建物ねそうですねこうやって書いてあるノーアダービディングエストアラダンバージカリ l ファ a って書いてあるからね、他のビーディングで でこのバージュカリファーブルジェなんとかより高いものはありませんってなるわけでしょでもこれナッティングは無理でしょナッティング g トーラー l l e バージカリファっていう風にはできないですねその建物としては一番高くてもそれより大きいものなんていっぱいあるわけじゃんナッティングとは 言えないわけですよだからマウンテンとかさハイヤーなものはいっぱいあるわけじゃないですかでそれよりも高い山とかっていうのはあったりするわけで建物としては一番だけども全てのものより高いかって言ったらそんなことないでしょっていうことです,そういうことですだからノーアダーなんとかじゃないといけない時もあるわけですね。ですすよ実は、ね、だからこの違いいなんですで、はい、非核球で言うこともできるしそう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 。 ね、アズアズ使ってみいことですね No other buildingNo other building is as tall as the Burj Khalifa ていう形で言うことはできますよね,、はい、ねこれが一番だよっていうふうに表すわけですこの後ろに来てるやつがナンバーワンですカカロットお前がナンバーワンだってですね、はい、知らないですねこういった形できちんと知っておいてくださいこれが一番だ否定語と比較を使って一番を表す表現ってやつらです で、なっていくとノーアダーの違いが分かんないよっていう人がいるのできちんとね、こういうふうに、まあ、例文かなんかで覚えておいてください。何でもいいですからノアダマンテン t ズハイ m ダンマン e エ e r レストとかねあるじゃないですかエベレストよりも高い山はありませんとかねそういうふうにね、まあ、富士山とかがあったりするじゃないですかノアダマンテン i ンジ i g ン e ズハイ a ダンマン n t Fuji みたいなですね富士山公文とかって呼ばれたりもしますよねそういうやつなんですね <laughs> ではですね最後はですね またコメント欄があれそうな内容なんですけどもそうねこの学校では出てきちゃうけれども受験には多分出てこないなぜならうんそんな文法あるっていう感じだからですねなんでちょっとね荒れないでくださいねはい見ていきますねこれですはい「John has no more than twenty dollars」20っていうのを習うじゃないですかで「no more than」はい何て習いますそう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 「no more than」っていうのは「only that」っていうふうにねよく習うやつですよ ね、まあ一応学校で習うだろうからやっておきますよ、はい、20ドルしか持ってないですね20ドルより多くないんだよ20ドルしかないんだよっていう意味ですけどうちのネイティブに聞いたら「えそんなことなくね?」って言いましたで「うらモもんィッツはいつもアメリカ人ばっかり聞いて」って言うからイギリスに聞きましたえなんて答えたか「えそんな意味じゃなくね?」って答えました いや若者が言うんだよきっと年いってる人たちは言わないんだよ年50代後半ぐらいの人が「えそんな意味じゃなくね?」って言ってましたで学校でならもう一個のやつしてますよねこれ John has not more than $20 ですねこれなんてなりますそう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  Not more than が出てきた場合はこれは多くともって意味になるんだってやつですね でまあ、学校で習うんだったら多分 John has at most twenty dollars っていう風に習うと思いますね。これ多くともっていうやつですけどもただうちのですねアメリカ人ネイティブは言わないそんな表現。at most 後ろじゃなきゃへんって言ったんでもう <laughs>、はい、しょうがないからね、えー。後ろに持ってきたんですけどまあだから学校でやった時覚え方は簡単です。このね、えー、No more than と not more than ややこしいよ覚えられないよこっちがだけでこっちは多くともだってなるんですけどあの、ね、裏技的に、ねほらね、T ついてれば ひつくおしまいすごい子供だまし理屈で説明しようとしてもいいんですけど結局ですねネイティブたちの意見は何だったかっていうとそのアメリカ人もイギリス人も。 そでそうするとですねえー、そんな今まで違うって一生懸命覚えてたのにそうなんですよねこっちはだけで20ドルだけこれ多くとも20ドルでまたはねこれだ20ドルを超えることはないよって意味じゃないですか20ドルよりも多くなることはありませんよってことですたったそれだけですからね。 で上も20ドルだけって覚える人が多いけど結局は上も20ドル超えることはないですよって意味ですのでそれでいいです。多くても20ドル。20ドルを超えることはありませんで覚えておけばいいです。両方そういう意味だと覚えて構いません。だからこのね、ここはちょっと謎。そんな意味ねえって言われた。う、ね、ぅ <laughs> みたいなね。まあ、辞書引きは載ってるとは思うんですけどそんな意味に。実際ね、これ出てくるんですよ。Write no more than 200 words みたいな形で 書いてあるときって出てくんですね、えー、知らないですか普通に英語の試験とかでこの表現って出てくるんですよノーーでそうすると受験生どうなるかわかりますそうですねあ、ノーマザンだ,だオンリーだ200語だけかけって意味なんだって思ってですね一生懸命200語ぴったりにしようとするやつが出てくんですよ、はい みたいですね違いますからねこれね2 0 5だけっていうやつで、ね、多くても2 0 5ですから2 0 5超えないでねって意味ですからねこれ間違えないでくださいね本当にいるんですよ1234ってこうやってね一生懸命数えてでさらにねぶっ飛んだやつとかもねいるんですよこういうのでまああんまり200とかないけど50とか60とかだったりしたとしてこれさ1,2,3,4,5って数えるでしょだからあの学校とかでね教えに行ったりすることもあるんですけどそういうやつらってこうやって数えるんですよ。1,2,3,4 5 6 7つって数えるんですよ <laughs> です、ね、それだったらすぐ到達できる。だからお気をつけください。これ、オンリーの意味ではないですかね。これだから205超えないでねっていう意味です。両方ともそうです。超えないでねっていう意味です、ね。だから学校で出てきちゃうんだったらしょうがない。その試験で出てくるんだったら、これで一応覚えてください。覚えればいいんだけどこうだって。でも実際はそうは使われてないってことなんですね。またコメント荒らさないでください。はい、じゃあこっちはどうなりますか ?John has no less than $28。20. でこれがそうです、ね、学校で習う時は「アズマッチアーズ」「も多くの」って意味の「アズマッチアーズ」ですね。で20ドルよりすごいんだぜです,、ね、ですげえ20ドルって多いぜっていうふうに思うんだけどでそれに対してこっちはジョンは「20ドルより多くは持ってませんよ」って習うから「少なくとも20ドル」って習うわけですね。 少なくとも20ドルでこれもだからさっきのねパターンと同じようにいいかほらノットの場合はね「t つ」ついてるからほら「え@」「ト i ースと「t」ついてるえ中の部分どうすればいいんですか?はい「ス d ースト似てるねほら「@」「morst」ほら「モース s 似てるねおしまい」とかってやるんですよ実際に使われている英語と違うからここはそうやって教えちゃうんですもう学校のテストそれで乗り切りなさい 言うんですけどさっきと同じです、上もこれ、20ドルも多いって意味でしょ、20ドルも多くのお金を持ってるんだよねっていうふうにアメリカ人に聞いたら、そんな意味ないって言われたし、イギリスに聞いたら、そうだよねそんな意味ないって言われたから、えみたいなですね、はい、だからこれとこれ同じ意味だって答えた、2人とも。はい、だから、ちょっとさよならしてもらってで、20ドルより少なくないだと思えばいいですねそう、否定と否定でできた場合は、ね、そういうことです、少なくない。から ね、覚えやすいんですよ。少なくない、ね。これ出てきたハエの顔みたいなやつね。好きなんです、この,この顔。<laughs> だからどっちも少なくないで出から20ドルより少なくないんだえ、ね、だから少なくとも20ドルは持ってるよって意味です、ね。だからこれわかりますね。Write no less than 200 words って出てきたらそうそうそうわかりますね。少なくない。 だ200語よりも少なくは書かないでねってことが少なくとも200語書いてね200語も多くの「多いよ」おいよっていう意味ではありませんので、えー、気をつけてください。であちなみにイギリス人はね「え後ろに加算名詞来てるでしょレスじゃなくて「フュアじゃなきゃダメよって言ってましたけどね、はいまあ、あのどっちでもいいんですけどレスの場合って本当はねもともとは不加算名詞後ろに来なきゃいけないってなったんですけどアメリカ人とかも「加算名詞でいいじゃん」な何の問題もないじゃんって言ってました。 ね、それに対してイギリス人は「いやフューアーが正しい」<laughs> しい。 ね、後ろ3名しかどえられるだから、ね no fewer ね、200語で少なくなないだから少なくとも書きなさい。So、Write200 words or more って意味ですかね。それより多く書いてくださいねっていう意味なんで気をつけてください。200語かもしくはそれ以上書いてね。だから少なくとも200語以上書いてねってことだったんですね。はいね。厄介ですね。こんなふうにですね。結構厄介です。だから学校で問われた時の裏技的なものは教えましたからそれで対処すればいいですね。で比較っていうのはやっぱりネイティブはねだいぶ違った感覚を持ってるってことも多いっていうのが まあ、ちょっと分かってもらえたかなと思います。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、はでは始まりました。基礎英文法講座ですが、今回はですね。 出ましたクジラ公文。みんな大好きクジラ公文ですね。もう言ってたよね。だいたいね、東大クラスとかで教えてるもんね。公文って言えなきゃいけないんですかとかっていうね、子がやってきたりするんですよ。まあ、帰国子女とかね、バイリンガルの人がやってきて。まあ、和訳するためには必要だよっていうので、だいたい例に持っていくんだえ、あの、クジラとか覚えなきゃいけないんですかとかっていうやつです。そうです。ね。シね、クジラ立てずにやってください。さあ、行きましょう。 はい。初めての形式ですね。以下の文に最も意味が近いものを選びなさいっていうことですね。英文があって、それの言い換えになれる英文を選びなさいっていう問題です。さあ、やってみてください。さあ、出ましたね。この、クジラさん公文ですよ。 いよいよいらっしゃいました。こうやつが出てくると、わけわかんなくなっちゃうよ。わけわかめラーメンだよっていう人がですね、いっぱい出ちゃうので、きちんとやっておかなきゃいけません。ノーモアなんとか、ザンっていう構文ですね。はい。この構文をきちんと理解します。こういう感じになってますよね。さあ。 この構文、どうですか掴めましたクジラ構文とかって言われるやつですけど、よくわかんない。これどうなってんのっていう人がすごく多いところなんですが、考え方さえ掴んでしまえばすごく簡単なので、しっかりとそこを押さえておきますね。まずは、ちょっと比較邪魔なんで、比較のところどうかしません u s a n can leave John って書いてますね。ジョンをリーブするってことは、まあ、ジョンと別れるみたいな感じですね。え、付き合ってたの二人ね。もうジョンなんて、全然お金もないし、頭も悪いし、みたいな感じですが、 どっちでしょうさよならするのか、さよならしないのかを見たときにですね、これノーはどっちなのって思っちゃう人がいるんですが、こいつですね、ノーは否定ですね。で、モアは肯定ですね。否定と肯定をかけると、そう、否定ですね。だから、ジョンをリーブできないんです、これ。まずここを絶対押さえてください。いいですね。ジョンをリーブできないって書いてあるんですよ、これ。 で、さらに、比較っていうのが出てくるとですね、その比較の前に置かれる部分ってね、ここなんだかわかりますかここ、マッチとか今までやったでしょマッチモアとかってやったりね。あと、まあ twice ガーとかね。そういうのがあったと思うんですけど、そう、ここにはですね、差を表す表現が来るんですよ。ファーとか来てたと思うんですけど、他にもね、アレロとかっていうのも言えるんですよ。アレロビガーって言えば少し大きいとかっていうふうに言えるわけですね。そういった形に差を表すねでそこにノ、no、ーって書いてあるんですよ。 ね、差を置くところに NO って書いてるってことは、そう、差がないって書いてるんです、これ。差が0ですよ。差はありませんよって書いてるわけです。だから、差がないってことなんですよ。これ、よりって意味じゃないですね。これ、よりって意味ではなく、ないっていう意味なんで、同じって意味です、この段は。ね。だから、比べた時に差がありませんよって意味です。だから、こっちもこっちも、これ、できないですね。ジョンを、 リーブできない。ジョンを捨てることなんてできない。こっちもできないって書いてあるんですだから。ですね。だこれ、バスを持ち上げます。スーザーがバスを持ち上げる。ね、スーザー、バスを持ち上げるって書いてあるんじゃないですかこれ。スーザー、バス持ち上げられないって書いてあるんですよ。いいですね。ここが大事です。これ否定なんですよ。いいですね。だからスーザー、バス持ち上げてないんですよ。そこがとっても大事になるわけですね。 だから、差が0で、両方できないだよっていうんです、これ。だから、気をつけてください。ね、こっちにノットとかついてないから、へってなっちゃうんですけど、これ、両方できないでやるっていうふうに覚えておいてください。はい、だこうやって覚えておくと間違えないですから、あ、そうか、マイナスなんだっていうふうに覚えて、あ、これできないって書いてある。で、この段っていうのは差がないだから、イコールだから、こっちもできないって書いてあるんだなっていうふうに思ってください。ね、だから、スーザンはバスを持ち上げることなんか当然できないし、 ジョンを見捨てることなんかできない。ジョンと別れることなんかできないよっていう意味なわけですよ。忘れないでほしいのはですね、まあ、クジラ公文とかって言われるので、まあ、後で詳しくやるんですが、こっちは、前提というか、もう大前提みたいなものが来るんだと思っておいてください。えどういうことなんですかで、これが、ほら、もう、バスを持ち上げるなんて不可能じゃん。絶対できないことですね。だから前提なんですよ。バスなんて持ち上げられないのが当たり前ですね。 そう、だから、教材のね、英文とか見てるとさ、スーザンは泳げません。彼女のシスターが泳げないのと同様にとかって書いてるんですけど、なんでそれが前提条件としてですね、もう大前提みたいになってるの知らんがな、みたいな。その人が泳げないことなんか、こっち知らねえし、みたいな。だから、謎の英文が多いせいで、結構間違って使っちゃう人がいるので、気をつけてください。こっちはも大前提。もう、そ、それはそうですね。バス持ち上げらんないぞ、当たり前ですね。それと同じぐらい、ジョンを見捨てることはできないんです。 はい。わかりましたね。だから、スーザンっていうのはバスを持ち上げられないのと同様に、ジョンを見捨てられないよって、そういう文だったわけですね。はい。じゃあ、これどうなりますそれになってるのを選べばいいわけですね。スーザン cannot l e a v John, but lift up a bus ですね。はい。スーザンっていうのが、ジョンを見捨てられない。で、not A, but B ってやつですね。A ではなく B、ね。でも、バスは持ち上げられるって感じですね。バスは持ち上げられます。みたいなね。 で、2番が、Susan can both leave John and lift up a bus ね。ジョンも見捨てられるし、バスも <laughs> 持ち上げられる。はい、3番、Susan cannot leave John. です、ねはい、ジョンを見捨てられない。Just like これと同じように、She cannot lift up a bus。バスを持ち上げられないのと同じように。あますねはい、4番、Susan can leave John but cannot lift up a bus ね。ジョンは捨てられるけどバスは持ち上げられない。ねはい、ということで、答えは3番だったってことです。というこ,とですね、だこういう構文になっていると。 この構文なんですが、そう、こっちで出てくることもありますね。Susan cannot leave John any more than she can lift up a bus っていう形で、ここが not anymore っていう風になっている時があるんですが、そうですね。まあ、これも否定語と肯定のくっついてるんだから、あ、これ否定だなっていう風に思えば OK です。そうすれば、あ、John をリーブできない。 で、差がないんですよ。not と any で、この差が0になってますから、だからこの段っていうのは差がありませんよ、イコールですよっていうふうになるので、ね、ここ差ない。っていうふうになるわけなんですね。だこれが分かれば、クジラ公文で分かるわけですよ。a whale is no more fish than a horse is ってこういうふうに習うわけでしょ。w e l l っていうのは、はい、マイナスとプラスで、マイナスね、ハエみたいななんか仮面みたいなやつですけど、はい、だからフィッシュじゃ、 ないって言ってますね。well っていうのはフィッシュじゃありませんよ。で、差が0だから、ここはイコールだから、ホースも魚じゃないわけですね。ね。だから、馬が魚じゃないのと同様に、クジラは魚じゃないってなるわけですよ。こっちがだからさ、前提条件なわけですよ。ね。前提条件ってわかりますもう前提となるものになってんでしょ。だからこっちそうでしょだって馬は魚じゃないじゃん、絶対。 もう大前提として、見た目全然違うでしょ。ね、それと同じように、実は、クジラも魚じゃないんですよっていう意味なんですよ。わかりません、ね。こっちが前提じゃなきゃいけない。だから、これを逆にすることできないですからね。あるんですよ。なんか学校のテストとかで。あ、horse is no more fish done a whale is とかって書いてあるあ。これいつなくてもいいですけど。って書いてあったりするわけなんですけど、逆にできないですよ。 ね、だって、クジラは魚じゃないのと同様に、馬は魚じゃない。クジラが魚じゃないっていうのが大前提。いや、クジラ見た目魚じゃん。ね、絶対違うよっていうのがこっちですから、そういうふうに成り立っているわけなんですよ。じゃあ、そうですね、言い換えると、A whale is not a fish any more than a horse is っていうふうに言うことができますね。はい、これも否定があって、Anymore だから、 はい、マイナスでですすねねこれねネガティブなんですプラスとマイナスかけてマイナスだからウェールはフィッシュじゃないで差が not any で0になってるから差がないから残はイコール差がないから、はいですね、これもイコールイコールではいホースは魚じゃないしウェールも魚じゃないっていう形になるわけですね。 はいでまあ、こんな、ね、複雑な謎の公文で、ね、覚えるの大変って思ってるかもしれないですけど実はこういうルールになってたわけですねそう後ろが前提っていう時に使われる表現なんだっていうのをきちんと押さえておいてください。<noise> はいではですね最後ですけどもそうですねノーモアが出てきたらノーレスが出てきますよね当たり前ですけども。 ね、これもきちんと押さえておかなきゃいけません。Susan is no less beautiful than Emma Watson ですね。はい。Emma Watson 知ってますね。あの、ハリー・ポッターシリーズでおなじみの絶世の美女さんです。はい。では、これを見てみて。だスーザンが、はい、こいつ、beautiful なんですか ?beautiful じゃないんですかね。はい。スーザンはですね、減らないんですよ。いいですね。減らないんです。いいですね。はい。だから、マイナスとマイナスで、プラスになりますね。はい。 出てきました。ハエ。ハ <laughs> エの顔。はいです、ね。再登場ですね。もうこのファンの人多いと思うんですけども。そうですね。これだからヘラーないんです。だからスーザンは beautiful なんですよ。いいですね。スーザンは beautiful なんです。間違えないでください。マイナスマイナスでプラスですから。で、差がどうなってるのかって言ったらわかりんですね。差が0ですね。差がありません。だから、こいつはよりっていう意味じゃなくて、同じっていう意味ですね。同様になんです。だから、エマ・ワトソン と、同じぐらい、エマ・ワトソンに負けず、劣らず、ビューティフォーなんですよ、スーザンっていうのは。あら,ららら、スーザン、そんな美しかったんですね。で、そこで覚えてますね。さっきやったやつです。ノーモアの時と同じように、ここに来るのは前提なわけでしょもう、エマ・ワトソンが美しいっていうのは、まあ、かなり多くの人が知ってる前提ですね。まあ、誰でもいいですよ。佐々木のぞみとかですね。 ね、はい。誰でもいいんですけど、そういう美しい人の名前をね、ここに置いておけばいいわけですよね。それがみんなが認めるような人であれば、OK なんですよ。だからここにさ、知らない人のさ、名前結構例文とかだと出てくるわけじゃん。ジェーンとかって書いてあったりとかさ、誰っていう風になるわけですよ。こっちは。 前提、みんなが知ってるようなものっていうのを置いといてね。そうだ、エマ・ワトソンっていうのと比べても負けず劣らず美しい。だから、エマ・ワトソンが美しいのと同様に、スーザンも美しいっていう風になるわけですね。わかりますね。そう、クジラ公文っていうのはこういうものなわけですよ。だから、わかりますね。マイナスとプラスっていうマイナスになる。ウェイルはフィッシュじゃないんです。いいですね。フィッシュじゃない。そして、差がゼロだから、 同じじホースもフィッシュじゃなないとなるわけですね。ただしこっちに来るのは前提馬が魚じゃないのはもう明らかですから、ね、みんなが見てわかるもの、ね、だからホースは魚じゃないしクジラも魚じゃないんですよっていうことですね。はいまあ、クジラ哺乳類だからってことなんでしょどう見ても魚じゃん。 それと同じように、はい、エマ・ワトソンに負けず劣らずですねそれに差がゼロなんですそれとエマ・ワトソンが美しいのと同様にスーザンも美しいんだっていうことになりましたねそうですさあね。 美しいスーザンは全然出来の悪いジョンを選んだわけですね。さあ、あそれ前にちゃんとそう次回がね、いよいよ最終回です。さあ、ね、このややこしいクジラ公文とかって言われるやつね、ノーモアなんとかザンとかノーレスなんとかザンって覚えるんじゃなくて、きちんとこういったもので覚えておくことをお勧めします。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 では始まりました基礎英文法講座。いよいよ大きな単元がこれでおしまいです。最後の講座になりますね。この後はね、聞こえですね、まあテーマみたいなやつですね。よく問われる文法事項みたいなのを細かいのをやっていくっていう感じになりますが、大きなくくりはこの企画の最後で終わりです。長い間お疲れ様でした。ってですね、最後はもう踊り明かしてください。ラテンの血が騒ぐでしょ <laughs> さあ行きましょうラテン系比較級ですねタッフなんかラテン系比較級知らなかったからなんすかこれこんなのあるんすかとか言ってありますさあいきますさあ空所に入るのは何でしょう、er, elder, senior, elderly. さあどれが入るか分かりましたかねそうですねここね意外とまあ問題自体は簡単なんだけどそれぞれのね単語のね意味間違えちゃったりねするところなんですよね ではいいきますね can three years? っててう、まあ、年が書かれてますねここに何かしらあっ比較球っぽいやつがあるなって分かるんですがそうなんですよここ出てきてるのが2なんですよね「段」じゃないっていうのがポイントになるわけですよ普通さそう比較球って習ったらさ「older than」って言いたいじゃんほら「can is three years older than john」って言 ね言いたいよね。あそうそう飛角球の前にこの t h r years とかね何かしら数値入ることできますからね。3歳年上ですとかって言えるんですよ。実はこの t o を取れるのですが senior っていう小やつなんですね。こやつがラテン系非核球と言われるやつです。でラテン系非核球は t o を取る。 ダンじゃなくてトゥーを取るっていうのがラテン系比較級になるんですね。はい、で、その形を取るのがシニアだけです。シニアトゥーってですね。で、オールダーだったらオーダーダンですね。エルダーっていうのはエルダーブロダーとかさ、エルダーシスターって習ってると思す上のって意味ですね。それに対してエルダーリーって言った場合は、 まあ基本的にはお年寄りとかに使うことが多いですね。Elderly people ーーーとか The elderly まあザプラス形容詞で人々を表すそういう時に使う表現です。とにかく前にも言いましたねお年寄りに関しての英文はもう全然ダメなんでほんとひどいねだから多くの人が Old people ーーって書くんですよまあ別に間違いじゃないですよ Old people ーーっていうのは、まあ、ちょっと失礼な響きがあるんでだからそういう時に Elderly people ーーーとか The elderly って使ってあげればいいんですよでも英作文で Elder って書いてくれるんですけどいっぱいいる Elder people ってね年上の で「シニア」っていうのも年上のっていう意味なんだけど老人を表す時とかには「 っていうふうに言うことができますねまあ複数で使うと思うので皆さん英作文書くときは Senior Citizens ズズなんていうふうに書いてあげるとこれで英作文かなり役立ちます e l d e r y や Senior Citizens っていう言葉を使えるといいですね本当にに Old ばっかりみんな書いてくるのねこの結構だって Old、まあ、っていうのにはもちろんあの年齢を表すときにはさ Old っていう歳取ってるっていう意味にはならないわけじゃないですかだから I'm 80 years old って言った場合にほらね80歳ですとかっていうふうになるわけなんですけどおじいさんおばあさん のインタビューとかに、ね、行くと I'm 80 years young って言ったりしますからねあもちろん、まあ、ジョークみたいな感じですよはいでは見ますねはい c a n is three years senior to John ですねはい senior っていうまあねこの OR ついてる時にこの to 出やすいんでこれはまあ分かりやすいかなとは思いますねはい三歳差ですねここにほら差がついててはい三歳差ですよみたいな感じですはいだから old を使って言うと そう、k e n is three years older than John. とかっていうふうに言うことができるわけですよね。Can he three years older than John. いいですね。Three years older than John. っていうふうにこういう形で買うこともありますね。で、他にもね、ラテン系比較級いっぱいありますので、シニアだけじゃないですね。これだったら、この John よりも年上ですが、他に そうですね、ジャンネスジュニアなんていうことができます、ね。まあ、これはなんとなくわかるじゃないですか。ほら、ジュニア、ジュニアとかって使ったりするじゃないですか。ジゃニーズジュニアとか言ったりするので。まあ、結構わかりやすいですけど、そう、ラテン語なんで、こやつらですけど。ラテン語のこれ、実は同じ単語ですよ。もともとはね。このヤングとジュニアっていうのね。ここから来てるんです。もう、この、ほら、発音記号でさ、この j の音ってさ、いの音になったりするでしょ実はつながりがあったりするんですよね。これね。ちなみになんでラテン系なんですか。このトゥって、なんでラテン、が、まあ、ラテン語の a っていうのにあたるやつだからね英語で言うところの to に当たるものを使うやつだからってやつ。でまあ、これ ER じゃなくてさ、OR だからまあ覚えやすいといえば覚えやすいですね。さあ、他にどんなのありますそうですね。c a n is superior to John in every respect っていうことですね。はい。すごい文だな。Superior っていうのは、そう、スーパーでしょ。そう、だからそれを上であるってことです。元々の英語の単語で考えるとですね、スーパーとかオーバーとかあるじゃないですか。ハイパーとか。 これみんな同じ語源ですから、それより上ですよっていう意味から来てますね。まあ、最近だとまあドイツ語、ウーバー、ね。ああこれ点々つくときがありますね。ウムラウトっていうんですけどこれ、ね、これがつくときもありますけど、ニッコリじゃないですからね,ね。こいつも全部上っていう意味から来てるんですよね。これドイツ語のオーバーに当たるものです、ねで。だから優れているっていうのは分かりやすいですね。で、いいんですね。なんとかの点でって言います。すべての点で、そう、respect ってなんか尊敬するばっかり有名ですけど、実は点っていう意味がありますね。実は、スペクト見る。 インスペクトとかね調査するとかさあるじゃないですかそういうのでスペクト系ってね点って意味になることが結構あったりするんですよでべての「regard」とかっていうのもありますね「in disregard」この点でとかっていうのは同じようなですねで「regard」フランス語で言うところの「ほがき」ですから、えー、見るっていう意味ですねその見るが点になることあるんですよこう見てる点ですね Every respect、every の後は単数形です。まあ、これらもね、いずれやりますけど。はい、every の後は単数形っていうので、すべての点。あらゆる点なんですよ。すべての点で、県はジョンより優れてるんですよ。じゃんてつ inferior to、can in every respect と。はい、そうですね。じゃんっていうのは、すべての点で、県に劣ってるわけですね。inferior なわけですよ。え、この inferior っていうのは、あ、ちなみに。今、皆さんが知ってる単語で言うところ、ラテン語の inferior ですけど。 皆さんが知ってる普段の英語だったら、これ、Under に当たる単語ですね、こいつは。ちょっとスペルに似てるよね。Inferior to can in every respect、ね。す、は、べ、い、ての点で劣っているっていうね。覚えやすいスーパーと Under なんで覚えやすいんですが、まあ、どれも to とって。 O-R 取るよっていうのを知っておいてください。まああとはね、g l a メス・ r o u s season prior to t って知ってます？アメリカのは、まあ、すごい映画とかドラマの題材によくなるやつですけど、あの卒業のダンスパーティーみたいなですね、高校のね最後にプ r o に誘ってみたいな感じでねこうやってダンスするやつですけど、そうですね。この prior to っていうのがラテン系比較級を使った前置詞です。 プリっていうのがほら前っていうのはねなんとなくわかると思います。プレとかプリっていうのがいっぱいあるから知ってると思いますが、プリアル o っていうのがこれがまあ、ビフォーみたいな意味の前詞です The p r プ m そのダンスのパーティーの前にジョンはスーザンに会いました。あらららら,ら、ジョン、プロムの前に会って誘ったんでしょうか、ジョンは。<laughs> さあ、では次の問題ですね。スーザンなんとか playing the piano to singing。hopes, wants, prefers, wishes.、ね、さあ、 どれでしょうなあできましたかねついさっき見てたね入試問題でも似たような問題出てましたよスーザンはピアノをするっていう動名詞が来ますねでそうですさっきやったことがあってで宣言歌うっていうのが来てますねそう実はこの B っていう形を取れるラテン系比較級的な動詞がいるんですよ。知ってます？どれもしたいみたいなやつですね。これね、これがいいこれがいいこれがいいみたいなやつね。その中で prefer だけがこの形を取ります。prefer A to be っていう形を取ることができるんですね。はい。なんで、prefer が正解になりますね。Susan prefers playing the piano to singing ですね。だから singing、singing 歌を歌うよりも、ピアノを弾く方が好きですっていう意味です。これみんなしたいとかですね。好き系なんですけど、こんな形取れないですね。そもそもね、まあ、習ったよね。hop e to do とかね、want to do ですね。まあ、wish to do あんま見ることはないかもしれないですけどね。片方のところで wish は出てきましたね。どれも hop e to, want to, wish to ですね。ingk は取らないですね。 はい、で普通に名詞を置いて、ほら Susan prefers John to Ken。そうなんです、Susan は Ken よりも John を選ぶね、という形で、まあこれもね、ほら ER ついてちょっと比較っぽいじゃないですか、はい、ね、Ken よりも John が好きですっていう形になるわけなんですよ。ただそうなんですよ、こういうふうにあんま習わないけど、over とかっていうのも使えるので、実際の生活は結構これでできます。Susan prefers John over Ken。さ、Ken を超えて John なんですよ。 剣よりもみたいなですねこの選ぶ系で出てきたりするのでスーザン・チョーズ・ジョン・オーバー・ケンみたいな形でケンよりもジョンを選んだみたいな形でチューズと一緒にとかもこのオーバー出てきたりするんでまあ一応ね知っておいてくださいそだからアメリカ人もねイギリス人も2人ともねこの例文を出した時に「オーバーでもいるじゃん」って言ったので「はいわかりました出します」って。 ですが、Susan、ね、prefers dancing to singing という形で、そうなんですここに同名詞も来ることができるんですよ。ここがね、出題されてたんですよ、入試問題では実際。いうので、ここも押さえておくんですが、ただしですね、厄介なんですよ。ここまではですね、まあ、そんなにレベルの高くない大学でもよく出題されますね。ここからですよ、ポイントはね。でこれは全然問題ないじゃないですは同名詞って名詞みたいになれるわけでしょ。名詞みたいになれるんだから、 代わりになるっていうの問題ないですねでもねプリファーってこういう形も取れるでしょ Susan prefers to dance s u s a はダンスをする方がいいダンスしたいっていう風に to 不停止を後ろに取ることもありますねさあここで問題発生ですえっ何ですかこの形使いたいよどうする歌うよりもダンスが好きだって言いたいけどこの形取れないですよねえ意味わかりますかこの to って何の to ですか そう前置詞ですね前置詞の後ろに同名詞は置けますねでも前置詞の後ろに to 不定詞は置けないでしょそれやりましたね不定詞のところにそうだから困っちゃうんですよこっちの構文使いたいけど「え ?to sing? え s え s a n prefers to d a ダンス・ to sing とかですね言えないの言えませんえじゃあ to singing にしていいんじゃないのいや形変わっちゃうからこっちって不定詞じゃないこっち同名詞でおかしいですねじゃあそういう時どうすんだっていうのが これです。Susan prefers dancing rather than singing みたいに、Rather than っていうですね、やつが実は使えるんですよ。この ingk のときに、Rather than っていうことができるんですね。ということはですよ、わかりますね。そう、so,、ingk で rather than って置ける、そういうことです。Too 不定書のときも、この Rather than さんを使えばいいわけですね。Susan prefers to dance rather than to sing まあもう to は2回目なんでカットしちゃって、Susan prefers to dance rather than sing っていうふうに言ってやることも可能ですね。than は覚えてます そそうそう,そう接続詞的な力があるからだから別に to sing とかセングっていうふうに置いてやってもいいわけなんですよ。はいわかりましたね前置詞です、ね、前置詞の時は同名詞にしなきゃいけないけどラダー a n であれば同名詞だけじゃなくて夫婦定詞も並べることができますよっていう。 ここがハイレベルですね。だからここを覚えるのがめんどくさいです、ね。これをだわざわざ多くの人が prefer A to B,prefer doing 1 to doing 2,prefer to do,prefer doing 1 rather than doing 2,prefer to do 1 rather than to do 2とかって覚えたりするんですけどそうなんですよ。そうじゃなくて具体的な例文で覚えてやってください。こういうふうに言うことができるわけなんですね。こんな形があるんだっていうので,であとはね、イギリス人は rather は省略もできる じゃねアメリカ人の方は省略しない方が普通じゃないとか言ってたけどはいイギリス人は省略できるでしょうって言ってたんでそうって分かりましたね prefer はラテン系非核球で2を取るんだって習うんですよ習うけど Susan prefers dancing done 宣言っていう風に実際は done を取ることもあるわけですね Susan prefers to dance d o n e っていうことも実際はあるわけなんですねそうこういうふうにやっぱね複雑なんですけど言語っていうのはねいろんな形を持ってるわけですねで私が決めたわけじゃないですからこんなルールはねだから、まあ、しょうがないですね難関大になると舌が出てきちゃったりするんですよなので一応ここまでやりましたスーザーはダンスの方が好きなんでねだからジョンと結局プロムに行ったのかな。 真相は知らないですということでこのストーリーたちもここでおしまいですのでじゃこういうね最後のオチになるまで第1項から出てきたか覚えてないですけど <laughs> 長いストーリーがこの教材はできていたんですねはい、多分気づかなかったと思いますけどこういうオチになるまで散々剣をすごい人にしてジョンをけなすっていうねストーリーだったのはここに繋がるようにできてたんですねはい、ということでした言語というのは本当に変わったりして大変だと思うんですがまあ、ちょっとでもね興味を持ってもらえればよかったんじゃないかなと思ってだから最後ちょっとね語源の話をちょっ ちょこちょこ間に挟んだりしたと思うのでぜひですねそういったことで「あ英語面白いなあそうやって覚えればいいんだあこの単語とこの単語ってつながってたんだ」とかってねそういう話いっぱいありますから私もねもうまだ言いたくてしょうがなかったので「ファーは運ぶ」ですからプリは前に運ぶいいですか「ケン」よりも「ジョンの方前に運んでジョンの方が好きです」とかねやりたかったんですよそういうのはね「インファー推測するは」は頭の中に「イン」ター中だからこうやって推測するんですとかねそういうのもやったりしたかったんですけどまあそういう話もいずれ ここれれレベルが上が上りますからこれかららやっていくの、まあ、基礎英文法講座はまあ細かいよく出るトピックってやった後にもっとレベルの高いものに行きますからそういう時に出題形式別対策ですねこういう形式の場合はこういうふうにやりましょうみたいなのが出てきた時にそしてまあ読解ですね読解の中に出てきた時に触れていくと思ってくださいそしてしゃべるスピードが速くなりますのでそこは注意してください基礎英文法講座のこの全体の講座ではゆっくりしゃべりますけど。 他の講座にったらスピードが上がりますのでそこだけ注意してくださいはい、ということですね長くやってきた文系からやってね時制とかやってきたのもこれで最後になりますからえ皆様え本当にお疲れ様でしたはい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします